カップがよく決まったんですか。そうですね、これもあの非常に要望が、ね、かわいいですね、はい、発売することになりました。わかりました。はい、というふうなね、いろんな仕掛けを入れてるんですけども、はい、どうでしたかね。ねえ、そろそろですね、私これ欲しくなっちゃうんですけれども、はい、いつ頃なのか、そろそろいいんじゃないですか、発表していただいても。そこまでずっとね、秋としか言ってこなかったんですけども、そうですよね、はい、もうそろそろね、発表しましょう、はい、発売日、はい、2008年11月11月ということは来月、来月なんですよ、うん、すぐすぐ、はい、来月にこれを展開させていただきたいと思います。わかりました。なんで日付言わへんねんと思われた方いっぱいいると思うんですけども実はちょっとね、まだ日付の方が完全確定できないちょっと事情があって、ね、まだあれなんですけども、はい、制作の方も鋭意ね、最後の詰めを今やっております、はい、一日でも早く皆さんの方にねお届けできるように頑張っておりますので、はい、11月のなるべく早いタイミングで出したいなと思いますから、今しばらく、できるまでお待ちください。わかりました、はい、期待していただければと思います。さあ、そして購入方法も、そうですね、はい、最後に、まあ、どういうふうに購入するのかわからない方もおられると思う。そうですね、お店に、ね、行ってしまったということがないようにするために、はい、購入方法2つあります。1つは、PC の方ですね、ここに書かれてあります URL を入力していただきますと、丁寧な説明ができますので、はい、こちらで購入するか、はい、もう1つは PS3、 こちらが多分簡単ですよね。メタルギアオンラインを立ち上げていただきまして、このスタートメニューの中から、はい、MGO ショップというのをお選びいただきますと、これだけで購入ができます。実は前回の、ね、はい、拡張パック第1弾の時に、はい、我々の予想を超えるアクセスで、はい、実はちょっとサーバーのトラブルが発生してしまって、はい、まあ、その説は皆さん本当にご迷惑をおかけしました、はい、今回拡張パック第2弾に際しまして、ね、もう二度とそんなことがあってはならないということで、はい、サーバーを増強しました。それからさらにもし何かあってもですね、うん、アクセスができないということをなるべくこう回避するためにね、二重三重の、対策を講じて今回、はい、お待ちしておりますので、発表されましたら、うん、11月にね、拡張パック第2弾をぜひお買い求めいただけたらなと、きっと新しい楽しみが広がりますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。わかりました、ありがとうございます、はい、ぜひですね11月発売予定ということで、はい、このミームエクスパンション拡張版第2弾ですね、第2弾です、はい、ご期待いただければと思います、はい、渡辺さんありがとうございました、ね、貴重な情報、はい、広がりゆくメタルギアオンラインの世界を楽しんでください。今日はどうもありがとうございました。はい、松原さんでした、ありがとうございました。この後世界大会ね、そうです、はい、皆さんお楽しみで、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。さあ、ミームエクスパンションの発売予定日もですね、わかりましたね、11月ということですね、ご期待ください。それではですね、皆さん引き続きお待たせいたしました、ファイナルステージ再開させていただきます。ではですね、またまた実況の犬飼さんをお呼びしたいと思います。犬飼さん、再びご登場ください、はい、どうぞ。どうもどうも、ぶわっぶわっ、そう増えてるでしょ、なんじゃこりゃ、すごい人になってますね。そうなんですよ、どうも皆さん二人改めまして、こんにちは、ポリゴン犬飼です、どうぞよろしくお願いいたします。はい、犬飼さんよろしくお願いいたします。では早速、はい、こちらの方で行きましょう。もう行きましょうか、行きますよ、はいはい、はい、もうみんな待ってますからね。そうなんです、はい、さあさあ、はい、もうなんか前半午前中といいますか、先ほどまで、うんうんうん、はい、クラン戦のですね、はい、準々決勝が行われてましたけども、そうですね、はい、こっからはですね、うん、まず個人戦ですね。そうなんです、ここからは一旦個人戦に移っていきたいと思います、はい、じゃあ個人戦の、ではトーナメント表というか対戦カードですね、はいはい、見てみましょう、見ていきましょうか、はいはい、先ほどねご紹介しましたが、第一試合ということで、ではまずは個人戦準決勝第1試合、こちらはまずですね、はいはい、出ましたね、出ましたでしょうか、はいはい、はいはい、ですね、うん、まず2つのブロックに分かれるんですよ、はい、16人の選手が戦うんですけども、はい、2つのブロックに分かれてます、8人8人になっていて、うん、まずは今からですね、マッチ1と書かれてますこちらの試合ですね、はい、試合の方がですね、デスマッチ形式です。デスマッチ形式というのはですね、すべての人が個人戦なので、まあ敵なんですよ、はい、同じマップに入りまして制限時間中打ち合います、うん、それで制限時間中誰が一番たくさん人を倒したかを競う、はい、ゲームになっています。 なので要するに混戦ですよ、もうぐちゃぐちゃになってやりますんで、うんうんうん、8人からこの中から4人が勝ち上がります、はい、マッチ1から4人が勝ち上がる、つまり今、選手たち設定アップしますけども、うん、この中から4人が勝ち上がります。そしてこの後にやるもう一つの試合マッチ2でやりましたから4人が勝ち上がります。
で、その4人4人がまた最後8人のデスマッチをやるというのがファイナルになりますね。わかりました。はい、じゃあ個人戦準決勝、ということで個人戦の準決勝1ブロック目、じゃあご紹介していきましょうね。はいはい、今選手の方が、アメリカの選手です。レッドウィングス、こちらヨーロッパ、ドイツの選手になります。はい、マーケント、ヨーロッパを、勝ち上がりましたスペインの、選手になります。キャプテンコット、こちらもヨーロッパを勝ち上がりましたイギリスの選手です。アメージングは韓国の選手、そして皆さんおなじみマーズピープル選手が日本、そしてポックス選手が日本になります。なるほど。はい、この8名の中から4名勝ち上がると。皆さんから見てです、白い T シャツ着てるのが日本の選手ですね。そうですね。はい、そして、青い T シャツ、こちら韓国の選手です。はい、はい、ね、はい、アメージング選手ですね。で、はい、一番向こう側が、マーケント選手、ヨーロッパ勝ち上がった選手ですね。はい、はい、こちら側が、レッドウィング選手、一番手前から1番ですね。はい、そして3番に座っているのがキャプテンコット選手、これが、またヨーロッパですね。で、北米代表、北ヨーロッパ代表ですね。あ、ごめんなさい、はい、北アメリカ代表のホンキー選手、一番向こうが、北アメリカ代表のミルキーウェイ選手ということになってます。はい、はい、ということで皆さんですね、はい、準備の方を行っていますが、ではですね、再び、ルールの方個人戦に移りますので変わってまいります。はいはい、ルールご説明いたしましょう。はい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 、先ほどから説明をします。デスマッチなんですけども、はい、まあ、細かいことは試合始まってからあの、ね、見るのが一番いいと思いますけど、はい、制限時間は7分間です。はい、で、入れ替わりとかありません。1ラウンドだけです。はい、要するに7分間で全ての試合が決まります。なるほど。はい、7分間中にどれだけ相手、敵を、他の人をどれだけ倒せるかという試合になりますね。わかりました。はい、では、マップ、はい、マップを見ていただきましょうか。こちら。はいはい、出ました。アンブッシュアレイ。こちらもおなじみのマップだと思うんですけども、はいはい、こちらですね、まあ、おなじみと言いますかも、一番最初からあるマップですけども、はい、ちょうどですね、上から見ますと、田んぼの田の形をしてるんですね。漢字の田んぼの田の形。なるほど。だから、どこからでもですね、こう、向き合ってるっていう、どこからでも、どの地点でも届くというですね、すごい FPS の中では基本的な、はいはいはい、あのマップですね。で、その、その、なんていうかな、その田んぼの田の、その、あ、空間っていうかな、はい、その部分も建物が壊れていて、その中も通過できるので、はあはあ、まあ、障害物はあるものの、まあ、縦横無尽に動けるというマップになります。ですからデスマッチはもう出会った敵を撃つ、そしてヘッドショット当てるなりとにかく早く倒す、はい、ここがポイントになってきます。まさに個人技の頂点の試合になりますね。なるほどね、はい、すごい戦いになりそうですよね。はい、わかりました。準備もですね整っておりますので、早速個人戦、okay、さあ準決勝第1試合、はい、早速いきたいと思いますよ皆さん。はい、いいですか、掛け声一緒にお願いいたします。はい、せーの、3、2、1、バトルスタート。さあ試合の方が始まっていきます。画面の方をですね、青、皆さんから向かって向こう6番のマーケント選手の方から見ていきたいと思います。皆さんの画面に映るのこちらマーケント選手、一番向こう側ですね。さあ、個人戦なのでどれだけ、速度が上がるか、もうですね、99チケットを減らしたら勝ちになりますから、すべて今最大になってます。99チケットになっています。制限時間7分間なんですけども、このチケットがですね、すべてなくなりましたらそこの時点でも試合が終了しますからね。とにかく早く早く相手を倒してください。さあマーケット選手の画面見ていきます。まず真ん中の方の中央の、ところをすり抜けて、はい、細かく C ボックスで刻んでいきます。これはですね、頭をですね低くする、はい、効果がありますから、 C ボックスをかぶると、歩いてとにかく立ち状態で歩いて早く動いて、そしてすぐ C ボックスで下がるんですね。あ、ここヘッドショット食らってしまいます。キーンという音がするのがヘッドショットになります。はい、マーケット選手フラグを取られてしまいました。そしてその隣のアメージング選手に切り替えます。その隣の韓国代表アメージング選手です。ここもやられてしまいます。おっと、ここは相打ちになる形になります。制限時間7分中1分が経過したところです。現在1位の人が、はい、マーズピーブルが1位ですね。はい、そしてミルキーウェイ、マーケント、ホンキーと続いております。はい、8人の中4人が勝ち上がります。しかしですね、1位の選手はですね、赤く光ります。マップの中で、どの位置からでも見えてしまいますね。全ての選手たちは赤いものを目指していけば、とにかく1位の選手を倒すことができます。あ、なるほど。しかもですね、1位の選手を倒すと5ポイントのボーナスが入りますから、はい、5ポイントのボーナス、これでかいですよ。そうですね、ヘッドショットを当てて2ポイントのボーナス、それから、相手をキルして3ポイント、1位の人をヘッドショットで倒せば10ポイント入りますから、はい、1位の人をヘッドショットで倒すだけで3人分倒したことになりますから、とにかく1位の人を狙うというのはコツだと思います。なるほど。このデスマッチ、はい、画面の方反対側切り替えましょう。こちら、一番手前ですね、レッドウィングス選手の画面が出てます。レッドウィングス選手の画面ですね。さあ中間距離から、こちらが
綺麗に狙っていました。当ててますね、はい、さあ確認します。今順位確認して左側がどんどん後ろを打たれる形、すぐ狙っていますけど先を発見、これはちょっと遅いか、敵も一回クロスチョップに行きます。そう、そこから完全に回り込んで、ここはうまいことヘッドショットで当てますね、はい、これがトップレベルの試合です。制限時間7分中4分50秒残すところになりました。現在1位は一番、うん、左におりますかね、マーケット選手が1位になります。そしてキャプテンコット、ミルキーウェイ、マーズピープルと続いております。はい、はい、画面の方を切り替えていきましょう。画面の方ですね、日本の選手見ましょう。日本の選手、こちらがポックス選手です。ポックス選手の画面に切り替えます。身長ですね、ここがですね、違います。アメリカとか北米の選手、はい、こちらはですね、なんとガンガン前に出てきます。日本の選手はどちらかというと影に隠れてゆっくり行くタイプですね。なるほどね。ここはですね、かなりあの試合のやるタイプが違いますね。とにかく命を大事にといいますか、後ろから後ろからというのが日本人のタイプ、うん、なるほど、はい、ヨーロッパの人たち、そしてアメリカの人たちはどんどん前に出てきますからね、うん、これはですね、みんなが戦えば感じることだと思います。また違うんですね。はい、はい、さあ画面の方、もう一人の日本人選手、こちらマーズピープルですね。マーズピープル現在1位です。こちらが現在1位です、はい、さあダウンしております。リスポーンしましてすぐに、はい、走りますね。さあ敵を発見するでしょうか。さあ発見しました。あっと、ここは影を隠れたいところだったけども、そこはヘッドショットで食らいますね、はい、さあこの選手に倒されました。さあもう一度リスポーンします。マーズピープル後ろを見つけました。リスポーンする選手を後ろが狙うけどもヘッドショット、ああ食らえない。これは普通に当たりましたね。そして後ろ美味しいかなと思いますけども敵発見。さあこれはどう取れるか。さあこれうまくヘッドショットを取りました。ドルビンポイントもゲット。さあ3分28秒残すところ、残り44チケット、そう試合はちょうど半分折り返したところです。さあデスマッチ1試合目、現在1位がマーズピープル、皆さん見ていただける画面になります。そしてマーケット、キャプテンコット、レッドウィングと続いております。現在1位が皆さん見てます日本の選手、マーズピープル、こちらの選手になります。さあもう一人見ていきましょう。本気向こうから2番目ですね、こちら北アメリカ代表です。北アメリカ代表の選手になります。本気の画面です。さあ綺麗に2人ヘッドショット、横にスプレーでしました。さあ綺麗になりましたけども反対にヘッドショットのけぞってダウン。さあしかしここは2ショットは美味しかった。さあ2分54秒残すところ、こちらホンキー選手は現在4位ですね、はい、現在4位、ダウンしましたけどもまだ4位変わりません。おっと順位が落ちました。5位になりました。現在激しくまだまだ順位を入れ替わってます。皆さん見てるのはこちらを、ホンキー選手は現在5位ですね。そしてもう一つ切り替えたいと思います。もう一つミルキーウェイ、一番向こうですね、はい、一番向こうのミルキーウェイ選手の画面になります。さあ打ってきます。 C ボックスの中に敵がいるかと思って打ちましたけどもこれは違った、はい、さあここで暗い部屋の中に入っていって見つけた。さあ C ボックスで隠れて逃げる。それを追いかけるのも C ボックス。さあ後ろが狙われてるのは、これは避けますね。今一瞬後ろが狙いました。その敵を赤く光ってる1位の選手から逆にヘッドショットを食らってダウンします。制限時間7分中残りと、さあチケットの方も残りが少なくなります。22秒、1位の方がマーズピープルですね。さあマーケント選手見せましょう。マーケント選手現在2位です。こちら画面変わります。マーケント選手こちら現在2位の選手ですね。マーズピープルが1位、そしてホンキーが2位、そしてマーケント皆さん見てこちら3位になってますね、はい。さあ1分52秒残すところ、チケットの方は残り19、はい、マーケントどう攻めるか。グレネードを投げてきます。これはグレネードかグレネードですね。さあ相手はいなかったか、いやいましたね。吹っ飛ばしていって起き上がるところをダウン、これは体に当ててダウンします。ヘッドショットを狙えば2ポイントのボーナスがもらえたが、ここは体でダウンします。さあ1分36秒残すところになりました、はい、さあ1位の選手いきましょう。1位の選手、1位の選手はこちら、うん、マーズピープル選手です。日本の、皆さんもですね試合をですねしたことある人もあると思います。マーズピープル選手が現在1位です。はい、あ、さあ変わりましたね、はい、順位が。見ていきましょう、見ていきましょう。お、変わりましたね。マーケントが1位、はい、ホンキーが、マーズピープルが今2位になりました、はい、マーズピープルが2位になりました。さあ現在1位と2位が同ポイントで同列並んでおります。現在1位と2位が69ポイントで同列、その後ホンキーが63ポイントで続いております。マーケントとマーズピープルすごい試合をします。マーケントとマーズピープル、はい、さあどうする。青木光って現在1位の証拠、こちらが後ろを追いかけてくる。これがあーっと、これ吹っ飛ばされる。グレネードか今のは。さあそれを後ろから美味しくハイエナ状態で取れます。さあ1位の選手を倒すは5ポイントのボーナスデスマッチ。さあ残すところ3チケット、あと3人で試合が終わる。さああと1人、誰が1位になるか、最後は誰か。終わったー。さあどうでしょう。さあこさあ4名が勝ち上がりました。その他のですね、アメイジングポックス、そしてレッドウィングズ、ミルキーウェイの皆さんもお疲れ様でした。大きな拍手をお送りください。で、走り込んだ方はですね、ステージ前にお願いいたします。はい、では今勝ち残ってる方どうぞステージ前にお願いします。
はーい。さあこちらに4名揃いましたけれども、まずですね、では日本代表のマーズピープルさん行きましょうか。今勝って、はい、どうでしょうか、気持ちを教えてください。なんとか勝てたんで良かったなと思ってます。1位でしたよね、はい、1位通過でしたね、はい、はい、ここからねまたさらに過酷な戦いになると思いますので頑張ってください。きついですね。きついですよね、はい、でも期待してますよ。はい、はい、では続いてですね、はい、ヨーロッパ代表のマーケントさん、はい、じゃあどうでしたか。ハロー。さあこの試合振り返ってみていかがでしたか。 How was the match?It was really crazy, I think, because everybody were shooting like crazy, and I just tried to do my best, and I came out second, which is not bad, but I don't know, I think I could have done a bit better. いろいろとこう結構混戦状態で、はい、いろいろとやりにくいところいろいろあったんですけれども、うんうんうん、それでもまあなんだかちょっと2位っていうところで、ちょっと不甲斐ない結果にはなってて、ね、ちょっと自分でももうちょっとベストを尽くせたんではないかというところで、なるほど、次の試合でもうちょっと実力が出せればなということです。わかりました、はい、期待しております。はい、はい、では続いていきましょうか。3位ですね。はい、3位は、はい、北アメリカ代表の、はい、本気さん。はい、この試合振り返ってみていかがでしたか。この試合をやってみていかがでしたか。とってもすごいですって。周りの選手がすごいんですか。すごい、すごいですって。そうですか、レベルがかなり高いということで。Yeah, everyone's really good. はい、とってもみんなすごい上手いです。そうですよね。ぜひですね、決勝頑張ってください。ありがとうございました。はい、では最後にですね、はい、キャプテンコットさん、はい、ヨーロッパ代表ですね。さあでは同じようにこの試合振り返ってみていかがでしたか。 It was really really tough. A lot of really really good players there. Just had to believe in myself and now I'm in the final. So good luck to everyone.とってもいい選手いてすごい感動してます、ねえ。まあ、この後決勝ですので力いっぱい頑張ってください。 Thank you. はい、それではですね、この4名がこの個人戦決勝戦に進みます。皆さん大きな拍手をお願いいたします。頑張ってください。さあ犬飼さん、はいはい、やはり時間を使わずに99という、ええ、この早い展開でなくなりましたね。そうですね、チケット99はですね、うん、はい、まあ、最大の設定ですよね、はい、まあ、それが7分間の間にやっぱり消費してしまうというですね、非常に早い、うん、相手の、まあ、策的ですね。なるほど。それからそのヘッドショットを当てる技術、はい、これだけの選手が集まるとやっぱりこれぐらい早く減るということですね。はい、素晴らしかったですね、はい、マーズピープル選手、日本の選手なんですけども、はい、私ちょっと近くで見ておりまして、うん、非常に冷静ですね。あ、そうですか、はい、彼の冷静さちょっと僕今印象残りました、非常に、でもね、はい、さっきも決勝が怖いって言ってましたけれども、まあ、それだけのですね、強者が集まっておりますからね、はい、はい、そうですね、はい、本気選手ものすごい喜んでましたね。そうですね、イエーイってね、ね、本当にそんな気合が入っておりますので、まあ、決勝戦はさらにさらにレベルが高いで戦いが期待されると思いますが、はい、ではですね、今はこちらにこの個人戦のこの対戦表が出ておりますね。さあこのようになっていまして、すごい、もう更新された、すごい、素晴らしい、素晴らしい、はい、はい、4名上がりましたね、はい、はいはい、ということで、まあ、準決勝はもう一枠ありますので、もう一枠ありますかね、はい、マッチ2ですね。こちらの方の選手たちがもうそろそろ入ってくると思いますけども、そうですね、はい、今ですね、ちょっと先ほども説明したんですけど、うん、はい、やっぱり世界のから人来てますから、うん、プレイステーションの、はい、設定がですね、英語だったり日本語だったりするわけですよ、うん、それ実はですね、皆さんの日本版の、プレイステーション3でも、はい、プレイステーション3のメニューから英語と日本語変えられるんですよ、はいはい、で英語に変えたりするとメタルギアオンラインも英語の全部モードになるんで、表記がもう英語になるんですよ。なんでちょっといつもと違った MGO を楽しみたい方本体設定英語にしてみて楽しんでみてください。なるほど、はい、はい、ではですね、今個人戦のもう一チームの8人が入ってきておりますね。はい、入ってきましたね。はい、はい、
続いてはですね、準決勝第2試合ということになります、はい、では選手紹介をお願いいたします。はい、はい、こちらもですね、日本の選手が入っております、はい、東日本カチャル、韓国のダーク ND 選手、アジア代表のグレイリュウ選手、北アメリカ代表のクーリオ選手、そして同じく北アメリカ代表のゴードー選手、そしてアジア代表のホエイトップ選手、そして、ヨーロッパ代表のレッドレオパルド選手の6名に、ごめんなさい、8名になります。はい、以上8名。まだまたその4つの席をかけてということですね。そうです、この8人からまた4人が勝ち上がることになります。はい、はい、これは大きいですよね。1回勝ったらもう決勝ということで、はいはい、もうこれは負けられない。そうですね、上位4名に入らなければならないということ で、 そうです、ね、プレッシャーもあると思いますよ。はいはい、味方いませんからね、すべて自分の力ですからね。そうですよね、はい、今ですね、はい、ちょっとこれ全部相手のこれ画面が見えてしまうと、はいはい、まずいので全部席離してます。そうですね、はい、そういった形でこういう並びになってますね。はい、なるほど、はい、さあ準備が整い次第またまた個人戦準決勝の2試合目いきたいと思いますね、はいはい。さあ、見逃さん、さっきね、私、ネイチリ鉢巻きの話したじゃないですか。はい、午前中に、午前中、アメリカの選手が頭に巻いてたんですよね。そう、はいはい、そう、あれの謎が解けまして、はいはい、なんとですね、これを選手にお配りしてたんですって、はい、コナミさんの方から。これ見えます、皆さん、これ。手ぬぐいなんですけど、はい、見てください。まあ、見りゃわかりますよね、皆さんやってますからね。これ、あれですよ、称号のマークが、うん、で、プリントしてある手ぬぐいですよ。これだからさっき僕も知らなくて、はい、あれなんだと思ったら今後ろ帰ったら、はい、これコジプロのオッキーさんが、はいはい、頭に巻いてて、あ、それだと思って、うんうんうん、何ですかそれって言ったら、うん、なんかこんな手拭いが選手だけに配られたらしいんですよ。そうです、しかもね、それだけじゃないんですよ、はいはい、手拭いと浴衣、そう MGO 浴衣ですよ、浴衣が、セッタ、セッタ、セッタもなんですって。なんすか、セッタって。セッタってセッタがどうなってるんですか。知りましてんか、セッタって。セッタ知ってますよね。セッタがどう NGO になってるんですか。あ、わかんないです。デザインはちょっと私もわかんないんですけど、はい、その3セットで、はい、もうその、今回このファイナリストたちに、はい、プレゼントされたそうなんですよ。あ、そうなんですか。それ全部見たいですよね、なんかね。ちょっとね、はい、だから皆さんは、はい、もう、その選手だけが持っているというこの特典ですから。はいはい、もし、選手次、今持ってたら、来て出てきてくださいね。勝ち上がってる選手。浴衣とかセッタとか見たいんで。見たいですよね。僕見たことないですからね、これ。はい、なので、これを先ほどねじって、やってきてくれたというわけなんですよね。はい、北アメリカのね、代表の方でしたけれども。はい。はい、ということで、ちょっと謎が解けましたので、皆さんにお知らせしておきました。お知らせしておきました。はい。はい、ということで、だんだんですね、はい、準備の方も着々と進んでおりますが、はい、同じくルールは、はい、デスマッチですね。デスマッチです。はい。ここから説明します、はい、画面の方なんか出たりしますかね。準備の方が、なんか、あ、でも だいぶ準備の方が進んでますか。進んでますね。うん、あ、みんなもう、ね、ブリーフィング画面に入ってる感じですね。あ、大丈夫そうですね。はい、OK、はい、ですね。あ、OK 出ました。はい、あ、よし、じゃあ、もう間もなくスタートですね。はい。はい、そのまま行きましょう。では皆さん、行きますよ。個人戦準決勝、はい、第2試合、はい、せーの、3、2、1、バトルスタート。さあ、ゆっくりと試合が始まっていきます、はい、しかしデスマッチ、うん、今がゆっくりなだけ、ここからすぐに乱戦になります。制限時間が7分中、どれだけ敵を倒すか、出会ったプレイヤーキャラクターを倒してください、はい、始まりました。画面の方、現在6番、青の6番の選手が映っております、うん、こちらは日本のモッコリ選手、はい、皆さんから向かって向こうがですね、青の6番、数字が書いてあります、そこの席に座っております。さあ、画面の方ちょっと見ていきましょう。はい、はい、今やられましたけども、ここから復活します。さあ、武器を買いまして進んでいきます。C ボックスで刻んでいきますね。通路から出るときはヘッドショット打たれないように一度 C ボックスでしゃがむ形を取ります。はい、はい、C ボックスでちょっとしゃがんでみて、それから走るという形ですね。立ってしゃがんで、立ってまずスピードを稼いで C ボックスで、安全な動きをするという状態ですね。これがトッププレイヤーの動きです。さあ、まだまだちょっとですね、モッコリ選手ですね、敵に出会えておりません。この出会えていないのが、キッチと出るとフコート出るか。あ、今ですね、はい、現在モッコリ選手が最下位ですね。はい、こういったね、不運もあります。さあ、出会います。こちら相打ちになりました、はい、皆さんもすぐ、メタルギアオンライン相打ちになりますけども、相打ちはですね、美味しいようで実は痛いです。この状況、一人でも多くですね、生き延びて倒さなければいけません。はい、画面の方切り替えていきましょう。その隣にいます日本の代表、
西日本勝ちありました龍選手です。龍選手の画面アサルトライフルでバリバリと打ちますけども、球が切れてリロードしようとしたのかな今、そこをダウンされましたね。今現在龍選手が1位なので青く光っております、はい、1位の選手は青く光ったり赤く光ったりします。なるほど、はい、それでわかるわけなんですね。そうなんですよ、はい、なので壁をつけて見えてしまいますのでみんなが追っかけてくるわけなんですよ。しかもですね1位の選手を倒すと、はい、5ポイントのボーナスポイントがもらえますので、はい、やっぱり1位は非常に現れやすいです。龍選手ダウン、今もですね完全に見えてました。壁の向こうに少し隠れていたんですけども、そこをですね青く光っていて、見えてしまっていたので、ね、頭に完全に照準を合わさられて、当てられてしまったという状態ですね、はい、しかし引き続き1位だった龍選手まだ1位ですね、うん、そうですね、はい、まだダントツで1位かな、はい、いやその後レッド、ね、レオパルド選手が追っかけます、うん、そしてゴドト選手、そして ダーク ND 選手が追っかけています、はい、ダーク ND 選手の画面を見ましょう。ダーク ND 選手の画面がこちら、韓国代表青い T シャツですね、キャップをかぶっております。これが韓国代表ダーク ND 選手の動き、はい、さあグレネードかな、スタンですね、スタングレネードを投げてきます。さあそれを見ずに1回下がりますね。今向こうにちらっと1位の人が見えました、うん、さあ出会います。出会ったところを M4 に変える隙間もなくヘッドショットでダウン、これがダウンですね。さあ画面の方もう一人切り替えましょう。まずは アジア代表のこちらグレイリュウ選手ですね、はい、グレイリュウ選手の画面で切り替えます。制限時間7分中4分17秒です。まだまだチケットは今回ゆっくり進んでおります。56まで減っております。さあこちらグレイリュウの動き見つけました、見つけました、見つけました。よっからハイエナ状態、美味しい美味しい。1人、まずは1人 C ボックスに隠れて、もう1人を撃たれるが、そこには人がいる。さあまたこれを、ここが逆にやられてしまう。今のは美味しい状況だったけども、さらにまだ1人後ろに敵がいたといった状態です、はい、それがグレイリュウ選手です。現在グレイリュウ選手はですね、現在最下位になっておりますけども、うん、さあ次の選手見ていきましょう。最下位のグレイリュウ選手が変わりまして、クーリオ選手、北アメリカ代表ですね。クーリオ選手は現在4位です。はい、クーリオ選手は赤色の1番ですね、赤色の1番に座っております。さあ左から飛んでくる。さあこのタイヤの向こう抜けて、これはどっちやかやられる。ヘッドショットに合わせなかった。 XNB がちょっともったいない感じになりましたけども、さあ3分19秒になりました。残り48チケット。さあ次の選手いきます。ゴドット選手に切り替わります、はい、北米ですね、北アメリカ代表のゴドット選手、赤の3番です。赤の3番の選手になります。打ってきます、打ってきます。美味しい、これは美味しい。ゴドット、まずワンキル、そしてグレネードを投げていきます。グレネードで爆発、これは食らわない。さあ横から1人、もう1人追加。ヘッドショットキーンという音が会場に響く。さあもう1人美味しいが、あー C ボトルか、あーとこは他の選手に倒されてしまうけど、自分があと近くに向けてグレネード、さあどうする。もう一つグレネード、体力なかった。これは置き土産、これは倒せなかった。さあここでリスポーンしていきます。さあ走っていきます。そこに敵いるかな、いますね。さあそれを C ボックスに向かってあります。これはバリバリとスプレーしてて、完全に頭を狙ってて、ゴトト選手がヘッドショットでワンフラッグ。体力の方は残り、ヘッドショット食らいましてダウンですね。画面の方軽くましょう。アジア代表の、ホイエトップ選手、はい、あちらのですね、茶色の T シャツを着ております、はい、アジア代表ですね、5番です、赤の5番ですね、こちら。さあどうする、現在ホイエトップ選手は4位ですね、はい、現在4位です。さあ順位を確認します、順位を確認して、さあ残り2分です。チケットの方は23、ああ横から、これは慎重にいきますね。周りを見て、索敵、後ろ、さあどうする、近くにいるぞ、あーっとダウン、惜しい。さあ今のではまだ順位は変わらず4位。さあもう1人切り替えましょう。もう1人、ヨーロッパ代表のレッドレオパルド選手の画面に切り替えました。さあこちら赤いですね、帽子が打っておりますね。さあこちらちょっとですね、高めさん落とす、寝る形になって、これは逆に功を奏したか、今のわざと寝たのかもしれませんね。交差するときに頭ヘッドショットを避けるために一回寝たのかもしれません。あーっとナイスヘッドショット、振り返り気味。さあもう一人ヘッドショット、美味しい。このですねレッドレオバルト選手現在1位、これがですね現在1位ですね。あーっとこれはちょっと気づかなかった、今ですね、リロード中でしたね。弾を込めてる間にやられました。さあ残り9チケット、どうなるか。このままレッドレオバルト選手1位なので見ていきたいと思います。さあもうほとんどチケットが残りがない、8を減りました。1分4秒残すところ、試合2試合目、面白い展開です。現在レッドレオバルト、リュウ 5ドット、ホイエトップとなっております。さあ残り7チケット、これがどう運命を変えていくのか。残り時間55秒になりました。さあ皆さんに見ていただく、こちらレッドレオバルト、赤の6番の選手です。赤の6番の選手、
さあレッドレオパルドの画面で最後終わりたいと思います。さあ残り2チケット、2チケットがどう消費されるのか。青く光るこちらが1位の印。さあ2試合目準決勝、今一発食らいましたね、体力残り半分、はい、さあ C ボックスで変わります。さあ卓敵ちゃん、これは倒せませんでしたけども試合終了、はい、終了、お疲れ様でした。はい、レッドレオバルド、そして龍、ゴドット、ホイエトップが4人進出になります。はい、決勝進出おめでとうございます。おめでとうございます。はい、もっこりさん、そしてダーク ND さん、グレイリュースさん、そしてクリオさん、お疲れ様でした。どうぞ大きな拍手でお送りください。さあではでは、勝ち残った方々どうぞステージ前にお越しくださいね。ではでは、いいですよ、この辺でお願いいたします。はい、ではですね、まずはそうですね、1位であったレッドレオパルドさん、はい、レッドレオパルドさん、いいですか。はい、では今の戦いを終えて感想をお願いします。Yeah, it was a good match, you know. I mean, there's good players here, you know, and partly because of death match, partly luck, but, you know, good placement and that, you know. It's a good game, good game. まあ、いい、もう全体的にいい試合だったと思います。で、いいメンバーにも囲まれて、うん、結構楽しく試合ができましたということでした。ねえ、はい、よかったですけれども、次決勝ですけれども、どうでしょうか。I'm gonna do the final, the same as I do the first round, you know, come top, that's what I'm aiming for.今まで通り実力を出して決勝も挑みたいと思います。はい、頑張ってください。はい、では続いて日本代表のリュウさん、はい、この試合振り返ってどうですか。みんなやっぱ強かったんで負けないように頑張りたいと思います。ねえ、強かったですかやっぱり。はい、みんな上手かったです、みんな強かった、はい、決勝に向けて意気込みを、1位取って、頑張ります。ねえ、頑張ってください。ね、ちょっと質問いいか。はいはい、いいですよ。リュウ君、そのヘアスタイルは誰にやってもらったの。自分で父に、親父に、お父さん、親父にかっこいいことになってますよね。ねえ、気合いも入れて、はい、決勝頑張ってください、はい、では続いていきましょう。3位を取ったゴードさん、はい、ゴードさん、さあ同じようにこの試合振り返ってみての感想。The match was a great match. It's a privilege to be here to play with the world's best in this great country. And I'm here to have fun with great sportsmanship with every other teamGood luck to everybody and yeah, just have fun, pretty much, right? Yeah. はい、はい、この舞台で世界のこのすごいプレイヤーたちと一緒に試合ができてすごい良かったですということで、はい、決勝もすごい楽しみにしていますということでした。はい、ぜひ頑張ってくださいね。はい、はい、では最後にですね、はい、ホイエさん、はい、では同じようにこの試合振り返ってみていかがでしたか。This is a really, really, really good game, and I will try my best in the final one.Thank you. メタルギアオンラインはすごく素晴らしいゲームで、うん、私大好きです。ありがとうございます。次の決勝戦で最高な自分を皆さんに見せたいと思います。頑張ります。はい、頑張ってください。この4名が個人戦の決勝戦進出です。皆さん大きな拍手をお願いいたします。では次も頑張ってくださいね。どうぞ自分のお席にお戻りください。はいはい、さあ、なんか興奮冷めやらぬ間に本当ですね、はい、怒涛のようにですね、はい、ステージ進行しておりますけども、めちゃめちゃ、はいはい、素晴らしい戦いが、デスマッチ面白いですね。面白いですね。なんかあんまりなんかうん、サーバー上だとサーバーっていうか、うんうんうん、デスマッチホスト立ててる人少ないんですけども、はいはいはい、デスマッチ面白いかもしれないですね。なんか本当にスピード感があって1人ちょっと立ち返って、はい、デスマッチちょっと皆さんちょっとやってみましょうかねえしばらくデスマッチブームみたいなのを起こしてもいいですなりそうですよね、はいはい、本当に素晴らしい試合でした。ありがとうございました、はいはい、ということでですね、こちらの個人戦の結果を皆さんで見ていきましょうか。はいはい、出ますでしょうか。結果出ますかね。さあ8人ずついて16名いた選手たちがですね、このように全部で8名に絞られましたね。はいはいはい、それではですね、はい、マーケントさん、これヨーロッパ代表ですね、マーケントさん、そして日本代表のマーズピープルさん、はい、ヨーロッパ代表のキャプテンコットさん、はい、そして北アメリカ代表のフォンキーさん、はい、そして日本代表のリュウさん、はい、北アメリカ代表のゴードーさん、はい、アジア代表のホイエさん、はい、そしてヨーロッパ代表のレッドレオパルトさん、この8名が、はい、そうですね、個人戦決勝と、はい、いうことですね、はいはい、ちょっとこれ後なんですよね。決勝戦が一番最後にありますね。そうです、決勝戦はこの
後、はい、まださらにちょっとですね後半になりますので、はい、ここからはですね続いて、はい、もう一回クラウン戦に戻ります。そうなんです、はい、続いてはいよいよクラウン戦準決勝です。イエーイ、はい、素晴らしい戦いが続々と勝ち上がったクラウン戦、はいはい、このクラウン戦の準決勝になりますので、はい、セミファイナルですね。そういうことですよ、はい、セミファイナルのですね、組み合わせですね、うん、まずですねアメリカ、はい、北アメリカ代表の、はい、WIN、はい、そしてヨーロッパ代表、先ほどですねフォクシーを破りました、はい、ヨーロッパ代表のフィランソロフィーブラックオプス、はい、こちらの2チームによる試合になります。なるほど、はい、はい、こちらの、はい、ですね、これなんか試合の方の説明してた方がいいですかね。あ、そうしましょう、はいはい、こちらのですね準決勝ということですので、はい、またまたルールが変わりますね。はい、変わりますね。ではルールの方をご説明しましょう、はい、クラウン戦というのはですね、はい、6対6でやるチームの試合になります。なるほど。だから今からこれ今選手になりました、これ6人が1つの、チームですね、はい、個人戦じゃありません、これが1つのチームで勝ちを取りますね、はい、はい、勝ちを争います、うん、はい、それを、チーム戦というんですけども、その中でもいくつか種類がありまして、チームデスマッチというのは、はい、味方ではなくてその同じマップの中に6人6人で入るんですけども、相手のチームだけを倒してください。はい、味方を倒すとペナルティになりますからね。なるほど、はい、狙うは相手チームの、はい、赤チームは青チーム、青チームは赤チームを打ちます。それでさっきと同じように制限時間中にどちらがたくさん倒すことができたかと、なるほど、相手チームを倒すことができたかという試合になります。わかりました、はいはい、それでですねもう一つはですね、はい、ポイントは、マップがあるんですけども、マップの中に陣地があります、スタート地点の陣地がありますから、うん、その時にですね入れ替わらないと、スタート地点の地形によって有利不利ができますから、はい、前半後半で入れ替わります、はい、ですから2ラウンドやってその合計が、この結果になってきますね。わかりました、はい、チームデスマッチということで、はい、2ラウンドやるわけですね。2ラウンドやります。はい、はい、制限時間7分間ですよ、はい、はい、マップはこのようになっております。はい、マップがこちらアーバンアルテータムですね、うん、こちらもですね皆さんおなじみだと思います、はい、はい、もう昔の、もうメタルギアオンラインとかですねやってれば、まあこのマップかっていう人もいると思います。これがですね今回復活しております、はい、はい、アーバンアルテメータム、わかりました、はい、このルール、そしてこちらのマップで戦っていただきます、はい、さあ選手が入場してまいりましたね。はい、座っております。現在ですねセットアップをしております、はい、うん、もうアメリカ対、ヨーロッパ、北アメリカ対ヨーロッパの試合になっておりますね、こちら、はい、これ全世界に中継されておりますから。そうなんです、これ生放送で、さっき何人でしたっけ。今ですね、同時アクセスが8000を超えたということで、8000人アクセス、すごいね。同時でですよ、同時で、同時で8000人が見てるんですよね。見てるんです、すごいですよね。いや、さらに増えますよこれから、まあ、でもここにまあざっとなんかあの8000人ぐらい人いますよね。いや本当です、まあ、あ、1万超えたって。超えました、1万超えた、1万超えたそうです。はい、すごい、わー、皆さん拍手、1万人見てます、すごい、すごいことですよ、これすごいですよね、すごいことです、本当ですよ。はい、1万人が今同時にこの試合を楽しんでます。1万人が見てる試合を皆さんが生で見てますからね。か、そして1万人見てる試合の選手たちが彼らですよ。そうです、はい、新しいヒーローの誕生です。はい、はい、もうねまたまた期待したいなと思いますが、はい、はい、この WIN そして PPO ということでこちらの2チームの戦いになりますが、はいはい、さあまたねルールは変わりますから、はいはい、どんな戦いになるのか、ええ、まあ、作戦も変わってくると思いますよね。はい、あ、今トーナメント表出てますよ。 あ、出てますか。ちょっとごめんなさい、顔に変わりました、うん、ずっと見てよ。こちらがですね北アメリカ代表の、WIL の選手たちですね、はい、あ、さっき言ったハチマキ、ハチマキ、ハチマキしてますよね彼。あ、してくれてますね。あ、してる、してる、ありがとうございます。これこれ、さっきの、これこれこれ先ほどの、これこれ、何だんだこれはと思ってたんですけども、これです、これです、はい、これです、これでした、これでした、これでした、はいはい、なんかもし次のチャンスがあったら皆さんも挑戦してくださいね。そうですよ、やっぱり、こういった形でですね、どんどん選手をサポートしていきますから、はい、はい、もうファイナリストになると、はい、もういろんなね得点もありますし、このように、はい、もうね皆さんの前でプレーができるという、はい、これは貴重ですからね、はい、さあ準備でき次第いきたいなと思います。はい、はい、さあ、はい、トーナメント表出ました。 OK だそうですよ。 OK、 行きましょうか。はい、行っちゃいましょう、はい、それでは皆さん行きますよ、はい、クラン戦準決勝第1試合、せーの、3、2、1、バトルスタート。
さあ試合の方が始まります。アーバンアルティメタム、チームデスマッチ、制限時間7分です。チケットの方は99で始まります。お互いのチケットが99から始まりまして、そのチケットがなくなるか、制限時間中どれだけ相手のチームを倒したかで試合の方が決まってきます。さあ対します、選手たちを紹介します。 WIN の選手、ヘブン、本気、アイゾディットスネーケル、リスペクト、クーリオ、ハチシンドローム、大体ですね、選手たちは10からですね、8ぐらいのですね、レベルの選手たちが揃っております、はい、フォックスハウンドが大体イーグルもいますね、そうした選手です。そして対しますフィロンソロフィーブラックオプス、こちらの方もですね、選手たちを紹介します。オーミネ、チズル、レッドウィング、エクストリームスネーク、デュクエクション、マーケンと、こちらもですね、ドイツとスペインの混合チームです、うん、はい、そしてフォックスハウンドと、はい、ハウンドが、いるチームですね。こちらの方は10と8、9ぐらいのレベルの選手が揃っているチームになります。なるほど。さあ会場の方から大きく拍手が起こりました、はい、画面の方を見ていきましょう、どうしようかな、一番、左側向こう側ですね、6番の、青の6番の選手が映ります。さあ青の6番の選手、こちら大宮選手ですね、大宮選手の画面が映っております。さあダウンしまして、さあ現在99対94で比較的ゆっくりと試合が始まっております、はい、制限時間7分中、残り5分41秒ヘッドショットの音が聞こえまして、レッドチームのチケットが減りました。89対94になりました。試合モードは TDM、 今寝っ転がれましたけども敵には見られておりますね。寝っ転がる戦法ですね、うん、大宮選手、これは寝っ転がってヘッドショットをかわす戦法なんですけども、そこをきれいに狙ってきました。狙われた形でヘッドショットをダウンで食らいます。画面の方を切り替えましょう。隣、その隣の、ごめんなさい、その隣の選手に切り替えます。こちらです。はい、その隣の選手、5番、リスペクト選手ですね。リスペクト選手の画面に切り替えます。88対91。さあ、スポーンポイント、上に出ますね。飛び降りて。さあ、そこの出会い頭はない。さあ、ここ C ボックスで稼いでいきます。C ボックスで速度を稼いでいきます。さあ、ジャンプして。ここをホップで上に上がりますけども、そこもまだ敵はいない。さあこの出会い頭は、さあこれも敵がいない。索敵します、索敵します。さあ後ろから音がします。現在は青の5番ですね。さあ上に2人、上に2人、これは美味しいか、いやこれバレた。さあこれはダウンですね。後ろからやられる形になりました。味方敵ですね、敵に後ろから撃たれる形になってやられております。さあ今度はですね、反対側のチーム見ましょう。反対側の1番ですね、赤チームの1番見ます。赤チームの1番、こちらがですね、クーリオ選手です。クーリオ選手、クーリオ選手はですね、イーグルで現在レベル8の選手になります。 WIN、 現在 WIN が82ポイント、はい、そして85ポイントなのがフィランソロフィーオプス、はい、まだまだ点数差はまだ2ポイント、ほぼですね互角と言っても過言じゃありません、うん、7分中残り4分11秒です。ほぼスコアの方は互角、その点数差は2ポイント、この差はすぐ詰まる。さあグレネードの投げ合いになってますね。さあそこの出会い頭、敵のリスポーンポイントに突っ込んでいく。これはまだ体力が、いや体力なくなってしまいます。これ体力がなくなってダウンしてしまいます。もう一人、赤チームから見ていきましょう。赤チームの方が、4番見ましょう。赤チームの4番、こちらヘブン選手ですね。ヘブン選手の画面、おっとマニアックなところから上がっていって、あっとちょっと最初に打たれていて体力が削られていた。さあここはヘッドショットじゃなかったのが、まだラッキーなところ。78-81とその点数差3ポイント。現在勝ってるのはブルーの WIN、ごめんなさい、フィランソロフィーオプス、こちらヨーロッパのチームです。試合モードは TDM です。全ての敵を倒してください。ごめんなさい、敵のチームを倒してください、はい、制限時間7分中3分21秒を残すことになっております。索敵します。さあ陣地に、向こうにいるんじゃないかと思ってグレネードを投げます。さあ味方の確認して、それをソップでつながっていって敵発見、あーっと逆にヘッドショット、弾がですね、今何なんでしょうかね、ちょっと完全に打てなかった。ちょっと今弱気になって、Cボックスで逃げる形を取りました。さあ75対77その点数差は2ポイントですけども、かろうじて勝っているのは依然としてフィランソロピオプス。制限時間7分中残り2分に54秒を残すところになっております。点数が1つ変わりました。3ポイント差になります。73対76、ほぼ互角、ほぼ互角のヨーロッパ VS 北アメリカのこの試合、はい、日本にいてこの試合見れませんからね、はい、ヨーロッパ VS アメリカ、そして1万人の人たちが見てます。はい、この試合見逃せません。皆さん活目してみてください。71対73、その点数差2ポイント、2分31秒残すところ。さあ画面の方をですね、反対側に切り替えましょう。反対側の2番、青チームの2番ですね、青チームの2番、こちらレッドウィングス選手です。レッドウィングス選手の画面が見えております。さあ点数差はまだ前年2ポイント、勝っているのはフィランソロピオプス。今皆さんに見ていただいているチームです、青の方です。さあ武器を買いまして攻めていきます。買ったのが M4 とグレネード、あー狙っていく、敵が見つかるか、急い見つけるか、
さあこれは倒せません。一回隠れます。一回隠れてリロードしてもう一度左から攻めます。左から攻める手を変えます。さあ制限時間残り1分54秒。さあ5分経過しました。67対70うまく後ろからヘッドショット。さあリロードして次の地点に向かいます。レッドウィングス選手、先ほども活躍を見せてくれました。グレネード手伝う敵がいる。そう C ボックスで向かったら分かってない。ここはうまくヘッドショット。拍手が起こります。ヨーロッパチーム。さあ64対69、一回上に上がります。さあ味方がフォローします。トップをつながっているかつながってないか。おっとここで敵を探しやすいモードにします。見えます、見えます、撃ちます。これを倒せるか。味方がフォローしますけども、さあこれで見えない。さあ味方をチラリと確認します。さあ現在6人並んでますからね、そこで声も掛け合っております、うん、そして味方の状況を横で 目で見て進めております。さあどうやってチケットをここから減らしていくのか。61対75、少し点数差が開いてきました。制限時間7分中残り1分を残すところ、はい、さあもうあと1分だ。それで試合が決まるぞ、はい、さあこの点数差3ポイントどう詰めてくるか。レッドの方のウィン WIN 北アメリカのチーム、この点数差でかい、詰めてきましたけども、これはまだ開かれています。59対62、61とかあります。その点数差2ポイント、制限時間残り41秒、刻々と減っていきます。さあ画面の方を切り替えていきましょう。はい、フランソロフィーオプセ5番の選手、こちらデュキエキション選手になります。デュキエキション選手もリスポーンポイント近く。さあグレネードを投げていきます。グレネードを投げていきます。これは不発、敵はいない。これは牽制ですね。さあ制限時間がない。どうする。ここは命大事にモードか。この点数差を持って逃げたいところ。あと20秒どう逃げるか。命大事にモードでいく。ここは負けられない。さあ上上、ここはどうなる。さあ取りました。さらに追加54対57、制限時間いっぱい。さあ点数差は1ポイント、面白くなってきた。どうなるか。3、2、1開きます。オーケー、試合終了です。勝ったのはヨーロッパ代表フィアンソロフィーオプス。はい、まずは1ラウンドゲットということですね。はい、1ラウンド目ですね。はい、非常に接戦ですよ。すごい面白い。お、見入ってしまいました私。面白いですよ。はい、すごい。はい、やっぱり日本の戦いと違いますね。そうですね、前前ですね。攻めますね、攻めますね。だって角で待ってないですもん。そうですね、はい、行っちゃいますもんね。行きますからね、どんどんね。はい、その辺違うと思いますね。すごい。さあ2ラウンド目が始まりました。はい、はい、画面の方ですね、そのフィランソロフィオプスの2番の選手になります。青の2番の選手になります。青の2番、こちらがですねレッドウィングス選手、先ほども活躍しましたレッドウィングス選手の画面もう一度見ていきましょう。さあ敵がいやすいところに、こちらはエネミーロケーター、エネミーロケーターで敵はいません。もう一つエネミーロケーター、慎重に行きます。エネミーロケーターもう一つ、味方の種目にもエネミーロケーター。さあ上にいますね。さあ上にいます。これは見つかっていない。体力はだいぶ減らしている状態に、しかしこう隠れられる。そこを M4 で狙っていきたいけども、ついに来た、ついにグレネードが飛んできた。さあどうやっていくか。合図を送ります。合図はもちろん英語のチャット。さあやられます、味方がやられて、これはあと向こうが SVD が、あーこれ取ってきますね。さあもう一人いない。さあこの角を切り抜けていきます。味方に守られて切り抜けていきます。さあ対します、レッドチーム、レッドチームの6番、こちら、WIN の8シンドロームの画面になります、はい、レッドチームの6番8シンドロームの画面になりました。さあ派遣、体力減らします。ヘッドショットにはならず、グレネードを投げていきますが、これは当たらず。さあそこの影に隠れてるか、いや降りましたね、降りまして安全を確認して降りていきます。さあここで、さあ敵を発見、一人美味しい状態になるか。向こうで味方がフォローしています。味方がやられる。そこを今ドラム缶ですね、ドラム缶爆発させます。さあうまい、ここヘッドショットナイス。さあここ取っていきます。さあ味方にフォローされつつ、そこ燃えてますから危ないです。さあそこをグレネードで吹っ飛ばされますね、敵に、吹っ飛ばされますけど、まだ体力はわずかに残っている状態。さあここの最後の命大事に、ここどうやっていくか。50、現在スコアの方が92対89、はい、その点数差まだ3ポイント。グレネードを投げていって牽制、しかしもここをですね、あんまりですね躊躇せずにやはり前に出ますね。一回前に出て隠れます。さあグレネードを投げていって、あーっとここは角で隠れていました。そこで切りやられてしまいます。さあ画面の方を切り替えましょう。画面の方ですね、もう一人ですね、レッドチームから見ましょう。レッドチームの4番、ヘブンの選手ですね、ヘブン選手の画面です。さあ上にいますね、上ですね。こちらもかなり有効な場所ですね。さあナイフを持って走ってますけど、武器は何を持ってるんでしょうか。さあ味方、おっとなんと出ました、ロイヤル RPG 一発。今敵いたんですかね、あそこ見えるんですかね。
ドーン、牽制ですかねこれ。あそこいるんですかね、見えてますかね。ねえ、すごい。さあロケットランチャー派手にぶっ放しております。これでですね、稼ぎたいとこなんですけども、慎重に行きますね。ナイフを持ってるから何を隠してるかと思いきや、なんと RPG でした。あーっと、これは当たってますかね。味方をですね、フォローしている感じになっております。さあスコアの方が85対79ですね、はいはい、現在1位同士を言います、はい、分からないですね、まだまだ分からないですね、はい、ですからですね、ワンキルも無駄にできません。分かりました。ワンキルも無駄にせずに命を大事に進んでもらいたいと思います。とは言ってもですね、彼ら積極的ですからね。本当ですね。はい、どんどん前に出てきます。いきますね。さあ、また再び上がろうとしますね。うん、武器何買ってるんでしょうか。もう一人変えていきましょう。はい、もう一人ですね、同じレッドチームの5番ですね、リクエクション選手。あ、ごめんなさい、間違えました。5番ですね、リスペクト選手の画面に来ます。リスペクト選手の画面に切り替わります。はい。さあ、角、ここをですね、一回チラッと出ますからね。あそこ慎重に行かないんですよね。さあ一回座って、ここは慎重に武器に切り替えて AK で狙ってきます。 AK1 人、さあ AK ここは抜けない、うん、右に抜けていったのが見えました。グレネードが、はい、そこに飛んできます。そこを慎重に追いかける。おっと、それを追いかける形で進みますね。すごい。それを深追いする形。いや、ここは敵発見、至近距離でやられてしまいます。今のはちょっと深追いが、ちょっと今のは効かなかったか、はい、さあ77対68、点数差は、その点数は10ポイント、近く控えております。9ポイントですね。その点数差は9ポイント。なんと今度は北アメリカ代表の WIL が9ポイントで勝っております、はい、ね、制限時間7分中、残り2分16秒を残すところになっております。さあ、はい、さあ北アメリカチーム、ハチマキが効いているのか。そうですね、このですね、10ポイント差大きいと思いますよ。大きいですね。はい、あ、現在75対62で点数差はですね、これ点数、僕は計算で頭の中でこっちに計算できなくなってきましたね。すみません、後ほど綺麗に精査したいと思いますけども、はい、1分51秒残すことになってます。75対61、はい、勝ってるのは WIN、うん、さあお互いに打ちまして交差する形でヘッドショット同士。さあお互いにダウンですね。こちらも MGO ではよくある光景、こっち向いて倒れておりました、うん、さあ、もう反対側見ましょう。反対側、はい、フィランソロフィーオプスの4番の選手、うん、フィランソロフィーオプスブルーの方の4番の選手ですね、はい、千鶴選手の画面を見ましょう。千鶴選手、女性のキャラを使っておりますね、はい、うん、はい、ちょっと変わった服を着ておりますね。はい、はい、こちらもリワードポイントで買ったものだと思います。あ、なるほど、はい、そこはですね、ちょっと、隠れる形で反対に行けますね。ちょっとこれは、隠れる形で進んでおります、うん、結構慎重ですね。慎重ですね、うん、千鶴選手、ちょっと慎重な形で進んでおりますね、はい、グレネードで牽制していきますね。そして反対側に行きます。敵がいないと思ったのか反対から行きますね、うん、そこからスポーンしてくるのを待ってるのかもしれません。敵がスポーンしてくるのを待ってるのかもしれません、はい、さあ敵発見、後ろから撃たれてるか、後ろにいるんじゃないのかな、いなかったかな。2人、あ、3人ですね。3人に囲まれる形になりました。千鶴選手ダウン。なるほど、はい、点数差69対59になっております。はい、結構離れてますね、はい、はい、離れてきましたね。依然として勝ってるのは WIN。 さあ残り37秒になりました。チケットの方はゆっくり減っておりますね、はい、少しですね、命が大事なモードで進んでおります。なるほど、しかし制限時間の方は刻一刻と進んでおりまして、ね、30秒を切りまして、ピッピッピッという、制限時間の音が会場に響き渡っております。さあ65対52、その点数差7ポイント。さあ最後どう終わるのか。さあ15、14とカウントダウンが始まっております。さあその点数差最後詰めることができるのか、どういう作戦でるのか。あ、ここはまた開いてしまう。8秒カウントダウンが厳しく進む。5秒前、4秒前、3秒前、試合が終わる。さあ点数はどっちが大きいのか。勝ったのは WIN。 はい、 WIN。 さあスコア注目、はい、1対1でラウンドを取りました。最後スコアです。はい、どうでしょう。325対200、いくつでした今。勝ったのは、はい、レッドの方の、WIN です。おめでとうございます。はい、325対242ですね。はい、はい、こちら WIN おめでとうございます。おめでとうございます。決勝進出でーす。さあフィランスロフィーブラックオフィスの皆さんもお疲れ様でした。どうぞ大きな拍手をですねお送りください。素晴らしい試合でした。素晴らしい試合でした。フィランスロフィーオフィス、ね、本当ですね。ありがとうございます。では WIN の皆さん、今一度ステージ前にお願いします。いやー、白熱、はい、素晴らしい試合でしたね。素晴らしかった。逆転ですよ、逆転。逆転、はい、すごい逆転でしたけれども、いかがでしたか今の戦いは。
It feels amazing. Very intense match. Down to the wire. Just very intense. It's insane. Feels good. すごい緊張で最後までどうなるか分かんなかったけど頑張りました。ねえ、結構ドキ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 しましたけれども、この2ラウンド目はかなり優勢に進めていましたけれども、何かポイントはあったんですか？Just could be cold feet. Just trying to warm up, get adjusted to them, how they play. Just we changed it up, try to adjust to how they play. So. 最初やっぱりちょっと緊張して慣れなくて、うん、まあ、まあ 2回目はもうちょっと慣れて、もうちょっと普通のゲームできたので。なるほどね、力を発揮できたということで。わかりました。じゃあそのまま決勝でさらに力を発揮していただければと思います。 Thank you. 頑張ってくださいね。皆さん大きな拍手をお願いいたします。 WIN の皆さん、はい、決勝進出おめでとうございます。面白い。すごい、私も興奮しました。はい。なんかもう、すごいですね。はい、すごいですね。はい、今ですね、はい、こちらのクラン戦のトーナメント表が出ておりますが、はいはい、ご覧のようになっております。はい、ファイナリストが一人決まりましたよ。はい、残念ながらですね、はい、このヨーロッパ代表のフィランソロフィーブラックオプス通称 PPO の皆さんは残念ながら、はい、来ましたね。はい、ここで敗退ということですけれども、はい、いや、かなり頑張りましたよね。かなり頑張りましたね。最初取ったんですけどね。そうですよね。はい。やっぱりその緊張をほぐして、その2ラウンド目いけたということで、はいはい、かなりですね、WIN の皆さんも、はい、まあ、緊張の中、緊張してたんですね、やっぱりね。緊張しますよね、この場合は、ね。しますね。はい。ということで、はい、見事 WIN が、こちらのクラン戦決勝、はい、進めました。はい。はーい。いやーもうね、本当にね、緊張しますよ、やっぱり。僕は今、いまだに僕緊張しますからね、ここで。そうですか？はい。なんでですかね、もうね。なんでですかね。てか、選手たち、今、次のね、ここに上がる選手たち、うん、君たちかもしれないですからね。そうですよね。はい。君たち次緊張する番ですからね。はい。今のうちに緊張しないように練習しといてくださいね。そうですね。はい、ちょっとね、今のステージの前の皆さん、大変ね、長い時間ね、立っていただいておりますので、皆さん本当に飲み物とか、水分補給はですね、はい、しっかりとしていただいて、次の、まあ、クラン戦の、準決勝2試合目終わりましたら一旦休憩が入りますので、はい、はい、ちょっとね、倒れないでね、ね、辛いなという方は本当に、はい、休憩を入れながら、そうです、そうです、ぜひ見ていただけたらと思いますので、はい、体調にはね、十分お気をつけくださいね、はい、お願いいたします。お願いします。さあ、ということで、今準備に入っておりますけれども、はいはい、やはりですね、クラン戦は、はい、見応え十分ということで、個人戦とはまた違う。はい、これも見えてきますね。そうですね。そうですね。どうやってですね、これ、まあ、チームレスマッチなんですけども、はい、やっぱりですね、どうやって固まっていくかとかですね、うん、やっぱりその、はい、日頃の経験も物言いますけども、うん、その、やっぱりリーダーの指示、それも重要だと思います。なるほどね、はい。そう、チームを引っ張っていくという、そのリーダーのね、いろんな声をかけていましたので、はいはい、そういったコミュニケーションが取れていたんではないでしょうか。はい、はい、普段からのですね、うん、やっぱり、チームメイトの、ね、仲間と話し合って、はいはい、どういった試合展開するかとか、うん、そういった蓄積がですね、こういう大会でものを言ってくるんだと思います。なるほど。はい、皆さんも積極的にですね、友達とかと、クラウン作ってコミュニケーションどんどん取ってて、メタルギアオンラインで楽しんでもらいたいと思います。はい、わかりました、はい。さあ、続いてですね、こちら、クラン戦準決勝。準決勝。はい。2試合目ということですので。もう1試合ありますよ。はい。もう1試合ありますが、はい、いよいよですね、はい、日本の代表、おうおうリタが登場いたします。先ほど勝ち上がりましたからね。はい。はい、ラズル・ダブズ・ユニットを倒しまして、赤ちゃまさん、リタが登場します。そうです。そしてもう1チーム、はい、北アメリカ、予選を勝ち上がってきました、うん、キング・オブ・キングスが来ます。そうです。今ね、はい、北アメリカが1チーム、はい、1クランはね、上がりましたので、決勝の方に、はい、今回のこの北アメリカ代表のキングオブキングスもですね、はい、もちろん最後の決勝に行きたいと思いますので、はいはい、それにね、ぜひ日本のリタも気合い入れて、そうですね、いただきたいなと思いますね、はいはい、さあ準備整い次第ですね、こちら入場していただきますので、はい、さあこちらのクラン戦ということで準決勝、同じくですね、ルールはチームデスマッチになりますが、チームデスマッチやっぱ面白いですね。面白いですか？面白い。あ、そうですか。やっぱスピード感が違うし、はいはい、私見ていてですね、はい、見入ってしまいました。あ、そうですか。うん。やっぱ点数のですね、上下もやっぱ関係ありますしね。ねはい、最後あんな風にしてやっぱ点数で決まったりしますからね。そうですよね。はい、見逃せませんよ。はい、さあ会場から大きく拍手が湧いております。両選手に拍手が起こりました。はい、さあリタとキングオブキングスの選手たちが入ってきます。はい、さあ皆さん見ていただく画面にも映っております。こちらがですね、北アメリカ代表キングオブキングス。
さあヘッドセットをしましてセットアップを開始しております、はい、1番から6番まで6人の選手で戦いますチーム戦になります、うん、そして反対側を映していただきましょうか。反対側こちらがですねリタです。日本のチームになります。西日本の、決勝戦を勝ち上がりまして予選ですね予選決勝戦を勝ち上がりまして、はい、1位になりましたチームになります。皆さんにおなじみだと思います。さあ皆さん会場には日本人の方いらっしゃると思いますので、はい、皆さんの期待を背負っていると思います。こちらのリタそうですね、はい、さっきから僕言ってるんですけど、うん彼らかっこいいのに強いから汚いんですよ、はい、なんかねオーラがねなんか出てるんですよね。なんか本当ですか、はい、なんかずるいような気がするんですよね。なんかそう犬飼さん、はい、ちょっと、はい羨ましい感じですね。羨ましいですよ。ゲーム上手くて、うん、こんなかっこいいのはずるいです。ちょっと揃っちゃってますね。はい、なんかメガネ燃えしてる感じですからね。3人とかね。さっきから言ってますよね。はい。なるほど。はい、そんなリタの皆さん、はい、じゃ今ですね、セットアップしてますけれども、はい、かなりね、このプレッシャーに負けないように頑張っていただけたらな、はい、と思いますね。緊張しますからね、やっぱりね。はい、本当ですよ。はい面白いです。こっちから見てると分かるんですけど、はい、こっち日本語なんですよ全部。あ、なるほど。こっち英語でやってるんですよ全部、うんうん、設定変えられますからね。なんかやっぱさすが、はい、ワールドチャンピオンシップですよね。はいはい、うん、この国際色豊かなこの戦い、はい、やはりメタルギアオンラインでしかできないんじゃないでしょうか。こんなね素晴らしい戦い、この準決勝クラン戦です。さあ準備が整い次第スタートしていきますよ。さあ生でねこの熱い戦いを見ている皆さん、大丈夫そうですか。はい、もう間もなくね準備が整いますのでもうしばらくお待ちください。はい、はい、もうしばらくお待ちください。はい、これがですね準決勝2試合目になりますからね。うん、はい、そうですね、はい、これで準決勝が揃いますからね。そういうことです。こちらどちらかが勝ち上がれば、うん、それが先ほどの WIN と当たることになりま す, ううす。それは決勝戦ですね。はい、もしキングオブキングスが勝ち上がれば、うん、北米同士で当たることになりますね。なるほど。北アメリカ同士、そしてリタが勝ち上がれば日本 VS 北アメリカの試合になりますね。うん、なるほど、はい、どんなカードが見られるのかは、はい、ここ次第ということですね。はい、さあ楽しみです。さあ OK 出ましたよ。わかりました。はい、はい、それでは行きましょう。クラン戦、はい、準決勝第2試合目です。いきます、せーの、3、2、1、バトルスタート。同じマップです。先ほどと同じアーバンアルティメイタム、はい、ルールは TDM です。制限時間は7分。さあリタ、こちら日本のチーム、そして対しますキングオブキングス、こちらは北アメリカ代表になります。はい、さあキングオブキングスの選手を紹介しましょう。はい、カール、ミルキーウェイ、ゴドット、黒のジェイドラゴン X、 シハヤ選手になります。そして一方リタの方の選手、フィンチ、ローゼンクロイズ、ネロ、コダック、タッド、インディスワールドの6人になります。はい、はい、さあ制限時間が7分中30秒が経過しているところです。うん、皆さんに見ていただいておりますが、こちらは青の6番ですね。青の6番、こちらがですね、シハヤ選手です。影に軽く形でリロード、そしてグレネードを投げてきます。向こうですね、遠くへ投げました。そこに行くのか、うわっと激しいグレネード、煙が飛んでます。あーっと、これ食らいます。体力がなくなった、ダウン。さあこれでチケットが入ります。97対91、その点数差6ポイント開いておりますね。さあ頑張っていきたい。はい、現在ですね、うん、あ、ごめんなさい、皆さん見ていただいたのはこちら、青チームの方がリタですね。リタ、はい、青チームの方がリタですね。うん、ですね、今ですね、ごめんなさい、ちょっと今本部の方から連絡が入りまして、はい、一人ですね、はい、ディスコネクトしてしまったらしいんですよ。なるほど。はい、ですからちょっとストップしますね。はい、試合ストップ大丈夫ですか。すいません、選手の皆様、ストップしてください。申し訳ございません。6対6が今できなくなってしまったということですね。はい、わ、はい、かりました。ではちょっと仕切り直しさせていただきま す, す、ね、開始直後にリタの方が今落ちたらしいです。はい、なるほど、わ、はい、かりました。キングオブキングスの皆さん申し訳ございません。はい、今一度スタートしますので、これ開始直後だったのでやり直すことですね。はい、はい、もう本当に開始直後だったそうで申し訳ないです。はい、すいません。Sorry。
さあ試合ではこことはよくあるんですけども、そうなんですよね、オンラインね、はい、そうなんですよね、はい、やはりですね、うん、今ですねちょっとリードを取っておりました、はい、北米の北アメリカの選手たち、やはりですねちょっとね、はい、待ってよとなってしまいますけれども、はい、さあ今ですねもう一度セットアップをしております。ディスコネクトしてしまったので、はい、もう一度、そこのところを直しているところです。なるほど、はい、はい、ちょっと復帰まで、ね、はい、ちょっとお時間いただきたいと思います。はいはい、会場の中にですね、ちょっと聞いてみようかな、もう一回、はい、MG をやってるよって人、もうすでにやってるよ、 MG をやってるよって人、あ、うわすごいね、あでもやってない人もまだいますよ ね、 やってないと思いますね。やってない人で始められますからね、はい、それはですね別にお金いりませんから、はい、始めるのにとにかくメタルギアソリッド買っていただければ、うん、そのまますぐに始められますので、うんうん、今日この試合見てこれ持ってる人たちは、はい、コナミ ID とゲーム ID を取っていただいて、はい、すぐに始められますんで、はい、試してみてください。いや本当にねみんなハマってますからね、始めると。そうですそうですね、なんかやればやるほどなんかどんどんこう味が出てくるというか、そうなんですよ、はい、でどんどんね拡張パックも出てきますので、はい、ステージが増えたりと、そうそうそう、またキャラクターが増えたりと、はい、大変ですね、ええ、バージョンアップしていくというのが面白い。このメタルギアオンラインなんですけれども、はい、ぜひやったことない人はね帰ったらやっていただきたいと思いますので、なんかただ登録するだけですからね。そうなんです、メタルギアソリッド持っててる人はですねもう始められますから。そうです、はい、いいですよ、面白いですよ、はい、はい、お願いします、ね、参加してくださいね皆さん、はい、はい、大変でちょっとお待たせしております、大変申し訳ございません、はい、まだチェック中ですね、 OK チェック中、チェック中ですね、大丈夫、大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか、キングオブキングスの皆さんも、はい、ちょっと仕切り直していただいて大丈夫ですか、はい、気を入れていただいて、さあ会場のね前の皆さんも興奮しすぎちゃいますからね、ちょっとね体力使うかと思いますけれども、今しばらくちょっと待ちくださいね、大丈夫ですか皆さん、ちゃんと水分取ってますか、大丈夫ですか、ちょっと疲れてきました、立ちですもんね、そうですよね、でもねここから見るとですねもう通路もね本当に人でいっぱいなんですよ、ものすごい方がいらしてくれてますのでね、はい、本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、ちょっとね今ただ今仕切り直しということで、はい、システムの方組んでおりますので、はい、ちょっと今微調整入ってますから、すいません、あと少しです、申し訳ございません、はい、選手たちは準備 OK です、今後ろの方の設定をですね、そうですね、はい、もう一度見直しておりますので、はい、さあ行きましょう、そのまま行きましょう、はい、はい、大丈夫ですよ、もう選手たちも OK です、後ろも今 OK 出ました、わかりました、はい、それでは仕切り直していきたいと思います、はい、クロン戦準決勝、はい、第2試合目、はい、いきます、はい、せーの、3、2、1、バトルスタート。さあ始まります、もう一度仕切り直しになります、はい、さあアーバンアルテメータムになりますね、 TDM です、青こちらですね、青チーム、うん、リタの方の6番の選手を移していきましょう、はい、青の6番こちらですね、インディスワールド選手ですね、インディスワールドの画面が移っていきます。さあ99チケットから始まっていきます、制限時間7分中、どちら皆さん見ててるのはこちらインディスワールド選手、おっと敵出会う、あとこれは打って当たりますね、 AK でヘッドショットを取りました、あとのピンポイントも1500ゲット、さあインディスワールド先に進みます、さあ96対96現在同点、さあまだわからない、さあ頑張ってほしい、ああ取っていきます、さあ会場から拍手が起こります、93対96、その点数3ポイント、ここも出会う、 C ボックスで避けるが、これは今のも高等テクニック、まず C ボックスで避けといて起き上がりと積んで起き上がってから向こうのヘッドショットを食らってしまいます、90対93、その点数差は3ポイントですね、はい、はい、さあインディスバルド選手からじゃあ次ですね、タット選手の画面に切り替えましょうかね、うん、タット選手の画面がこちらから、あごめんなさい、こちらですね、はい、タット選手の画面に変わります、タット選手の画面、女性兵士使ってますね、あやられたんですね、やられました、さあそこでスポーンします、はい、おっと今何変えましたかね、なんかちょっと違うもの買ったような気がしましたけども、さあ87対92、
さあその点数差大きく開きます。赤、はい、はい、現在91ポイントで勝っているのが青チームの、青チームのこれがですねリタになります。さあその点数差は大きく開いて9ポイント開いておりますけども、さあ悲鳴が聞こえております。こちらは綺麗に取っていきます。一、はい、回上に上がる形になりますね。一回上に上がります。タット選手、そして敵を探しつつゆっくり進みます。これ慎重ですね。さあ肩ショルダー支援に変えまして打ってきます。敵に少しダメージを与える形になるか。さあもう一人見つける。さあそれを背後から取って、画面出てますね、コダック選手の方から白1という指示が見えましたけども、あれもですね多分場所ではないかでしょうか。これ予選の方でも見れましたからね、はい、はい、ああいったですね指示を出しているようです。さあ対します、赤チームの方見ます。赤チームのキングオブキングスの6番の選手、はい、こちら切り替えます。女性兵士使っておりますね。あ、先ほどですね倒したのはこちらの支配選手かもしれません、うん、先ほどの、キャラが少し映っております。75対81その点数差、はい、大きく開いておりますけども、まだまだ制限時間は十分ある感じ。さあ残り4分を切ろうというところ、73対83その点数差7ポイント。さあ前に出ます、前に出てきます。グレネードをリスポーンポイント近くに投げていってまいります。リスポーンポイントを警戒しつつちょっと隠れやすいところに隠れる形。さあそこで上を警戒しますね。建物の上にいるんじゃないかと思って一度上を見ますけども、そこにはいない。なんとか制限時間中にたくさん倒さなきゃいけないので敵に出会わないわけにもいきません、うん、そこを抜けていきます。さあ敵はいません。さあここの出会い方はどうなるか。ここもいない。ちょっと噛み合わせが悪い。なんとかして敵を探さなければ、敵のダメージを与えなければチケットは減りません、はい、さあ86対78その点数差現在大きく開いております。3分20秒残すところ、現在ブルーチームの、リタの方の1位はタッド選手が33ポイント、はい、そして赤チームの、キングオブキングスの方が、ミルキーウェイ選手が22ポイントで1位となっております、はい、77対62大きく開いてきました、うん、その点数差大きく開いたまま試合は進行しております。3分を切りましてお互いにダウンする。さあ画面の方を切り替えてみましょう。画面の方レッドチームの3番、レッドチームの3番、こちらがですね J ドラゴン X 選手の画面になります。 J ドラゴン X 選手の画面になります。こちらもですねグレネードを持って走ります。グレネードを構えずに走ります。さあそこで飛んできますね。構えます。グレネードを投げます。そこと味方と同時に、いやここは一人で行きますね。一人で、あーとそこに敵がいた。これを綺麗にスプレー、スプレー。さあどうなるか。撃ってるところ、ハイエナー。これでうまいとこ取りました。ヘッドショット、ナイス。 J ドラゴン、ナイスヘッドショットです。ワンポイント取りました。57対68。しかし依然としてですねその点数は大きく開いている。ナイスヘッドショット、うまい。さあ2分2秒残り2分2秒さあ55対67、はい、詰めていく。ここは取られてしまいます。しかし十分敵を倒しました。大活躍をしますJドラゴン。画面の方もう一人切り替えましょうかね。画面の方2番の選手、うん、こちらレッドの2番の選手、キングオブキングブスの2番ですね。こちらゴドット選手の画面になります。ゴドット選手がリスポーンします。武器を変えます。 AK ですかね、M4 ですね。 M4 を変えました。さあ階段の上、敵発見。ナイスヘッドショット。ゴドットすかさずヘッドショットを当てます。フィンチ選手を M4 で撃破。さあ50対64、打っていきますヘッドショット。あーっとこれは体力減らせ、ヘッドショットを食らってしまいます。味方がフォローしたもののこれはですねちょっと及びませんでした。48対61。しかし 2人倒しました。十分とも言えるでしょう。48対60。さあこれが準々決勝、ごめんなさい準決勝クラウン戦です。あ、さあ残りがですねもう1分を切ろうというところです。46対59。全員選手が真剣な表情の面持ち。さあどうする。44対58。もう1分を切りました、はい、そろそろカウントダウンが始まろうというところ。リタの方の画面で切りました。リタの方の画面、4番いきましょう。4番、リタの4番、リタの4番、こちらがですね、こ、マガジン持ってますね。マガジンと SVE ですね。さあここはちょっと余裕かな。いやここはやられてしまいますね、うん、さあ次何を取るのかな。小田選手、
さあカウントダウンが始まりまして刻一刻と試合が終わろうとしております。41対48点数差詰まってきたもののどうなるか。残り10秒。さあ試合の方が終わってきます。カウントダウン4、3、2、1、試合終了。はい、さあ勝ったのはブルーのリタになります。おめでとうございます。はい、さあまだこれ1ラウンド目ですからね。1ラウンド取りました。はい、1ラウンド目です。ここから場所が入れ替わりますからね。そうですね、場所が入れ替わります。はい、それで、試合が展開しますからね。もう1ラウンドあります。うん、先ほどと同じですからね。うんうんうん、さあまだ分かりませんね。はいはい。さあブルーチームのリタの方、はい、の2番の選手ですね。ブルーチームのリタの2番、うん、ローゼンクロイツ選手の画面からスタートしたいと思います。そうですね、ローゼンクロイツの画面ですね。はい、さあグレネードを投げていきます。グレネード敵ナイス、2人吹っ飛ばす。これで体力半分減ってるだろう。そこに追い打ちでグレネードを投げる。それでおっとこれは当たっていない。うまく逃げております。敵の方しかおっと後ろからこれはシーボクス逃げる。ナイスヘッドショット、大ダメージを与える。これがトッププレイヤーの実力。ローゼンクロイツ発見します。シーボックスの敵を追いかける。さあそこはさあここはあーっとここはダウンしました。 M4 で追いかけますけどもダウンします。向こうの方が多勢に無勢といったところかヘッドショットを食らってしまいました。96対97、その点数差まだ1ポイント、うん、制限時間7分中6分12秒です。どちらのチームが相手のチームをたくさん倒したかを競うゲームになっております。はい、6人がワンチームです。6人がワンチーム、うん、そしてその中6人が合計12人が1つのマップの中に入って戦っております。はい、 そうですね、それがこのメタルギアオンラインのチーム戦です。はい、はい、さあチケットの方、はい、はい、2ラウンド目です。うん、91対95、その点数差4ポイント。画面の方もう一人切り替えましょう。はい、もう一人、青の方の3番ですね。青の方の3番リタの方の3番、こちらネロ選手です。ネロ選手が本を読んでおりますね。ネロ選手は読書中です。あらあら、はい、さあ読書中が終わりまして、はいはい、命には何も異常はなかったようでよかったところですね。はい、さあ上の方が狙っていきます。上の方が狙います。さあソップで味方がやられた情報が飛んできます。おーっと飛び降りっていって、ここは大丈夫だった。ここは半分なので体力は減りません。うん、そこをジャンプでこれ寄ります。さあ慎重にいきますね。慎重にサブマシンガンですかね。あ、いや M4 ですね。 M4 持ってます。アサルトを持って攻めていきます。敵のスポーンポイントに近づいていきます。グレネードはもうないか。おっと敵と味方と打ち合っているところ、グレネード、あ、敵ダウンしました。そのグレネードでは敵は当たらない。さあ反対の方向から回ります。あ、味方がやられた情報が飛んできます。さあ85対87、さあ敵上、やるの上、打ち合い、ちょっと下に下がっていた。しかしここはやられてしまいます。ヘッドショットの音がキーンと会場に響きます。84対85、その点数差1ポイント、はい、なんとですね先ほどから、北米の方ですね、うんうん、後から追い上げる傾向強いかもしれませんね。はい、調子上げてきましたね。さあ同点になりました、はい、同点になりました。そこからまた1ポイント削られましたけども、はい、まだまだ実力はですねほぼの、さあ同点まだ戻ります。うん、さあの残り4分20秒になりまして、スコアはタイです。スコアはタイに戻りますね。82対83、1ポイントの争いになっています。81に減ります。はい、さあ北アメリカ代表キングオブキングスどう攻めてくるか。残り4分5秒、ちょっとキングオブキングスの3番の選手、赤の3番の選手です。はい、赤の3番、こちらは J ドラゴン X ですね。うん、先ほどいい活躍を見せました。ヘッドショットには至らなかった。いやヘッドショット当たりましたね。 J ドラゴン後ろから打たれますね。 J ドラゴンがタト選手がの後ろからやられる形で体力を削られまして、はい、ダウンします。さあ78対81、エネミースポットへという合図が届きます。さあ78対81、まだ点数差は3ポイント、はい、どう攻めていくのか。北米代表キングオブキングス、先ほどもう1チームの WIN は最後の決勝戦に勝ち進んでいる、はい、北米のチームが2人進むのか、それともいやいやここをリタが崩して日本 VS アメリカの構図でファイナルに進むのか、はい、さあこの1試合で決まりま す, す、ね、75対79、その点数差はおっと3ポイントまで縮まります。縮めてきますキングオブキングス。さあ3分11秒残すところ、さあ画面の方5番の選手、赤の5番の選手に変わります。はい、カール選手です。カール選手の画面に変わります。73対77、その点数差5ポイント、22対58、ごめんなさい、2分56秒残すところ、はい、やっていません、ヘッドショット。あっとそれグレネードじゃなかった、大丈夫、
あっと、しかしグレードが追い寄せ飛んでくる。隠れて2は食らえませんでした。上で味方がフォローしてくれました。そう、敵出会う。シーボックスからヘッドショット、ナイス。大きな上がりのヘッドショット、拍手が起こります。会場70対72、その点数差2ポイント。カール、ナイスショット。さあ2分30秒残すところ、もう一人ですね、3番見ましょう。赤の3番、はい、赤の3番、こちらがですね、ごめんなさい、赤の、6番見ましょうか。千早選手、千早選手の画面に映ります。さあリスポーンしまして進みます。ソップをつなぎます。グレネードを投げていきます。反対に進みます。グレネードを牽制で投げていきますね。一発、お、今グレネードだったかな。さあ J ドラゴンはモーミドルという合図を出しました、はい、こういったですね、英語で合図を出すんですね。グレネードを飛んできて、ここは壁越しでしたけども一発食らいます。体力がなくなって悲鳴とともにダウンです。シハヤ選手62対70、その点数差は9ポイント。さあだいぶ開いてきました、はい、お、詰めましたね。8ポイントまで詰めました。さあ青とまた開きます。9ポイント、あ、10ポイントまで開きます。さあ1分41残り1分41、はい、さあエネミーのゲーターが見えます。エネミーのゲーターで味方が置いてます。敵が見えますけども、これはダウンしますね。さあどんな感じになるんでしょうか ね。もう一人見ましょうか、はい、1番ですね、キングオブキングスの1番クロノ選手、はい、こちらクロノ選手の画面です。スプレーします。さあ2人敵が、1人ですね、敵がいます、うん、ダメージを食らいますが、そこにグレネードを投げていく。対岸越しにそれはダメージを与えることはならず、もう一つ投げます。敵発見、寝ている相手、さあ危ない、味方越しに打ちましたけども、これはクロノ選手が取りました。さあクロノ選手ナイスヘッドショットを見せました。しかしこれはダウンしますね。さあここでスポーンします、リスポーンします。さあ武器をグレネードに変えます。武器をグレネードに変えて投げていきます。投げました。さあこのグレネードどう効いていくのか。点数差53対62、点数差9ポイントになっております。どう投げていく。さあこのグレネードが当たるのか。吹っ飛ばない。さあどう変わる。さあ反対側こちら見ましょう、はい、さあ青のチームが映ります。こちらタッド選手の画面が映りました。タッド選手、こちら日本のチームのタッド選手の画面です、はい、走ります。味方3人とともに走ります。味方3人対1人の構図。さあどうする。味方越しに打っていきます。これは倒しますね、ヘッドショット。シハヤ選手と、打ち合いますけども、コダック選手がカール選手を SVD でダウンさせました。さあタッド選手どう活躍するか。これダウン。さあカウントダウンが終わっております。45と56、はい、さあ残り15秒どう生きていくのか、はい。さあ現在リタの方が大きくリードしている形で、試合の方が終わろうとしている。さあ5秒前、4、3、2、1、試合終了。はい、はい、ということでストレートで2ラウンド取りました、はい、リタの方が決勝進出になりました。おめでとうございます。日本代表リタ決勝進出です。さあそして北アメリカ代表のですね、キングオブキングスの皆さんも大きな拍手を、大きな拍手をお送りください。大きな拍手をお送りください。お疲れ様でした。いや素晴らしい戦いでしたよ。本当に本当にパワフルでしたもんね。はい、はい、ではですね、リタの皆さんどうぞ前の方にお願いいたします。どうぞどうぞ。さあリタ見事決勝進出決めましたけれども、今の気持ちを。そうですね、まあチームデスマッチは、まあ、僕らのチーム得意なんで、まあこの負ける負けにはいかなかったんで、まあすごい自分ら の展開にできて、本当勝てて良かったですよ。まあ次の決勝も、まあこういう理想の戦いをできてやって、まあ世界一取りたいと思います。わかりました。ぜひですね、皆さんの期待も背負って決勝に進出。はいはいはい、もう私本当に息切れしそうなぐらい、はい、なんか僕もちょっと声枯れ気味になってますよね。そうですね、はい、ちょっと皆さんも、ね、お聞き苦しいところもあってます。大変で、ね、はい、疲れてらっしゃると思うんです。ずっと立ってますから ね本当に、はい、いかがでしたでしょうか。素晴らしい試合が続きましたけれども、はい、ちょっと今のリタ、
はい、そして WIN ということで、WIN、北アメリカ、はい、リターそして北アメリカ代表 WIN ということですので、はい、ぜひですね決勝戦も期待していただきたいと思います、はい、でこの後はですね、一旦休憩を挟みます、はい、そして決勝戦この個人戦もやりますクラン戦の決勝もやります、はい、そしてなんとエキシビジョンマッチも待っておりますので、ぜひですね、はい、皆さんこの後も長丁場になりますので、ぜひしっかりと、はい、休憩をしていただければと思います。休憩してくださいね、はい、はい、でまだまだ行ける人は後ろとかコナミブース楽しいものまだいっぱいありますから、そうです、ね、見て楽しんでください。はい、ぜひお願いいたします、はい、で本当にね皆さん体力続くので、はい、限界あると思いますので、しっかりと、はい、本当に辛い時はしっかりと休んでいただければと思います。それではですね、はい、はい、再開は15時ということで、はい、本当にトイレ休憩ぐらいしかできないんですけれども、はい、申し訳ございません、はい、皆さん15時に再開させていただきます、はい、では休憩にお入りください。はい、また後ほど。はい、
オンラインワールドチャンピオンシップ 2018TGS、はい、ファイナルステージ再開していきたいと思いますが、はい、大変申し訳ございません、はい、皆さん本当に疲れていると思うんですけれども、はい、恐れ入りましてですね、後ろの方が大変ですね、詰まってまいりまして通路になってしまいますので、はい、座っていただくとですね、はい、たくさんのお客様も見れませんので、はい、申し訳ありませんが、はい、立っていただいて前の方へと詰めていただきますよう、はい、お願いいたします。しゃがんでいただくなりしていただいていいんですけれども、はい、後ろにたくさんいっぱい人がいますので、はい、どうぞお願いいたします。よろしくお願いします。はい。さあ、それではですね、最後の。そう、世界一が決定ですよ。一が決定するということで、はい、ここからが決勝戦になります。はい、決勝戦になります。はい、そうですよ。個人戦決勝。イエーイ。これはものすごいことですよね。はい、そうですよね。もうここだけでですね、この試合でですね、はい、全てが決まりますからね、はい、個人戦決勝ということで、はい、改めてですねトーナメント表を見ていきたいと思います。はい、はい、こちらですね、はい、今残っております8名になります、はい、これがですね決勝戦の組み合わせになります、はい、個人戦になりまして、はい、個人戦はですね、うん、この8人が同時にマップの中に入りまして、はい、全てが敵で同時に戦います、はい、デスマッチという形式ですね、はい、で制限時間中にどれだけ相手を倒せるかというのをですね競うゲームになります。なるほど、はい、なので、まあ、トーナメント表というかこういう形になります。そうですね、見え方としてはこうなります。わかりました、はい、では8名ご紹介いたしましょうか。はい、ヨーロッパが、の勝ち抜きましたマーケット選手、はい、そして日本からマーズピープル選手、はい、そしてヨーロッパのキャプテンコキャプテンコ、はい、以上8名、はい、さあ8名の中からなんと世界1位、はい、ここから1位が決まりますからね。1位が決まるわけなんです。1試合だけですからね。そうです、はい、今から起こります7分間の試合で全てが決まってきますよ、はい、なるほど、はい、ではですねルール改めてご紹介していきましょうか。はい、はい、さあルール出ました。デスマッチです。先ほど言いましたけども、はい、デスマッチというのは、うん、1つのマップの中に、はい、このまま8人ですね、うん、まあ、普通オンラインだともっとたくさんでも入れるんですけども、今回は8人が入ります、はい、その中で制限時間7分間7ミニッツ書いてありますけども、はい、この7分間の間、うん、とにかく見た敵を倒します。なるほど。それで、点数が決まりますね、はい、うまく倒すと頭に当てたりすると高得点なんですね、うんうん、でやられたりすると点数は減ります、はい、っていうようなことを繰り返していって7分間中にどれだけポイントを競えるか、はい、相手を倒せるかということになります。なるほど。ワンラウンドだけです。ワンラウンドだけです。7分で決まっちゃうんですね。はい、そうなんですよ。これは見ていただいてね、しっかりと7分間目に焼き付けていただきたいと思います。はい。さあ、そして同じくチケットは99でいいんですね。はい、チケットは99でいいですね。はい、ということで、はい、7分か、99のチケットがなくなるか、はい、ということで、はい、試合の方が準備でき次第行っていきますが、準備が整ったようですよ。はいはい、はい、マップの方が、はい、マップの方がマップですね、はい、マップの方がですね、通称 TT トム・オブ・チューブというですね、うん、前のジンエキスパンションからですね、はいはい、追加されたマップになります。はい、第1弾のジンエキスパンションにこちらが追加されているということ、はい、どうやって動いたらいいか、うん、もう場所の取り合いになる。と思いますね、やっぱり、敵を倒しやすい場所というのはあると思うんですけども、はい、逆にあえてそこに行かないかもしれません。うん、どういった試合が展開になるのか楽しみです。はい、わかりました、はい、それでは対戦の準備が整ったようです。はい、早速個人戦決勝戦、はい、行きましょう行きましょう、はい、皆さん準備よろしいでしょうか。行きますよ、せーの、3、2、1、バトルスタート。さあ始まりました、はい、まずはですね、うん、青の方ですね、青の方の6番に座っておりますヨーロッパを勝ち上がりましたマーケット選手、はい、マーケット選手の画面から映っていきます。
マーケット選手、先ほどですね、準決勝の方でもいい動きを見せてくれました。ここはダウンですね、横に敵がいると思わなかった、かなり狭いマップなので、相手がスポーンしてくるところに自分がいる可能性がありますからね、倒してもすぐ周りを確認しなければいけません。狭いマップなので分かりません。現在青の6番がウルフっておりますマーケット選手です。さあ狭いところに行きます、狭いところにぐるっと真ん中あります、真ん中のところで打っちゃいます。さあ打っているのはこちら P90 で取っていきますのマーケント。さあまだですねマーケントがですね、はい、ワンデスですね、ワンデスだけです。さあキルができておりません。さあどうする、半分体力がないマーケント、ここを取っていきます。グレネードを投げていきますけど、おっと相手生きていてダウン、これはちょっと見過ごす感じになった。グレネードが効いた、これが当たります。マーケント選手ワンキル、グレネードのワンキルですね。さあ画面の方もう隣に来ます、マーズピープル、日本のマーズピープルの画面です、はい、日本のマーズピープルの画面に切り替わりました。さあ制限時間7分中、ジョンキー選手が1位、そしてマーケント選手が2位、はい、ゴドット選手が3位、はい、レッドレオパルド選手が4位ということになっております。1位のホンキー選手がですね抜けておりますけども、はい、画面の方ですね、皆さん見ていただきます、マーズピープル選手の方からヨーロッパのキャプテンゴット選手に切り替えたいと思います、はい、こちらです、キャプテンゴットの画面、リスポーンから始まります。 M4 買っておりますね、 M4 真っ赤っかの服を着ております。さあここをなんとそうなる、ヘッドショットナイスショット、はい素晴らしい。さあどうする、キャプテンコット、さあこれ抜けます、敵がいた、敵発見、スポンジいる、敵に対して打っていく、ここはしゃがんでる相手に対して頭打たれない、うん、さあ似合わないしました、キャプテンコット。さあ5分6秒残すことになります、チケットの方76が残っております、はい、そして青の1番に座っていますホンキー選手、こちら北アメリカですね、北アメリカの予選を勝ち上がりましたホンキー選手です、はい、ホンキー選手はこちらも M4 打っていて2人います、1人まず撃破、そしてあと2人、あと3人目が現れて後ろからダウンですね、ホンキー選手後ろからこれで倒される形になりました、はい、ホンキー選手は現在、後ろから、2つ目ですね、7位になっております、はい、7位の選手の画面ですね、うん、まだまだ順位全然分かんないですからね、そうですね、はい、さあ次行きましょう、次はですね日本の選手です、劉選手ですね、はい、あ西日本の個人戦を勝ち上がりました劉選手です、赤の1番に座っております劉選手ですね、劉選手、皆さん見てたこちら劉選手が現在1位です、はい、制限時間7分中残り4分7秒ですね、チケットの方が残り58です、うん、さあ赤く青く光っておりますけども、これがですね、自分が1位である証拠ですね、この光ってるのはどこからでも敵に見えています、1位の選手を全て追いかけてきますからね、これは気が抜けません。さあ劉選手1位をどう、1位のテクニックを見せつけてほしい、細かく C ボックスで敵を発見、あここはダウンス、ヘッドショットのキーンと音が響きました、劉選手がダウンさせられてしまいます、あ、はい、今のヘッドショットじゃないですね、 P90 で、倒されております、はい、さあもうちょっと劉選手見ますかね、劉選手の画面です、うん、さあ前転で降りてきて敵、これは美味しいヘッドショット、そして今打っていた敵を、あーさあ C ボックスに隠れてもう一人これは美味しいか、あーヘッドショット、そして後ろの一人をあーっとダウンさせましたね、おっといや他の選手が今ダウンさせたのか、マーケット選手をダウンさせた後他の選手、これはあーっと切り替えたところで囲まれた形でダウンします劉選手。さあ画面の方を切り替えたいと思います、画面の方がですね、はい、北アメリカ代表のゴドット選手、北アメリカ代表、赤の3番に座っておりますね、うん、皆さんから見て左側の赤の3番です、はい、さあゴドット選手の腕を見てみましょう、さあ打っております AK、 ごめんなさい M4 打ってます、当たるから中間距離、暗くて見えられませんがあれが見えてると思います。さあ残り2分41秒出会い頭、はい、打った1位になりました、青く光りますゴドット、うん、さあゴドットが現在1位、皆さんに見ていたら劉選手はですね現在3位です、はい、2位がレッドレオパルド選手になっておりますね、はい、さあゴドット選手これが今現在1位です、ダウンさせられます、うん、さあこれで順位がまた劉選手が1位に変わりますね、はい、レッドレオパルドと劉選手が1位2位を争う形になっております、うんうん、制限時間2分19秒、残り32チケットです、はい、さあ画面の方を切り替えます、こちらアジア代表のホイエトップ選手ですね、はい、はい、香港の選手、さあどんな試合を見せてくれるんでしょうか、どんな動きを見せてくれるんでしょうか、うん、さあキャラの方は意外に軽装ですね、はい、キャラの方は意外に軽装、 T シャツ1枚で動いております。さあ P90 を持って出会い頭、あっとバルバートスプレー、これは取っていきます、ホイエトップ、うーん1分54秒残り、出会い頭、ナイスショット、ナイスヘッドショット、さあ残り22チケット、うーんさあ3つ目3キル、さあ
リロードしまして向かっていきます。 C ボックスで刻んでいきますね。これでヘッドショットを避けます。さあ今敵がいたのか、いました、発見。ああ、これヘッドショット逆に食らってしまう形。しかしナイス3キルを見せてくれました、ホイエトップ。そして最後一番皆さんから見左側、はい、赤の6番で取ってますヨーロッパのレッドレオパルド選手ですね、はい、こちら現在1位です。こちら現在1位ですね、はい、2位になりました、はい、はい、リュウレッドレオパルド、はい、マーズピープルで1位2位3位、そして4位にゴドットが続いております、はい、さあ皆さん見ていただくのはこちらヨーロッパのレッドレオパルドの画面になります。レッドレオパルド、こちらも1位2位3位4位組売り争いに組み込んでおります。さあ入りました。あ、ここはヘッドショットを食らいます。キーンという音が会場に響けます。さあ残り9チケット、誰が1位になるのか、はい、あ、もう分かんないですね、これ本当なんです。ヘッドショット1個で変わりますよ。本当ですか。はい、さあ残り、おっとちょっ と, っと全員が慎重になります、はい、残りチケットが減ってきて慎重になります、はい、流れが変わりますが、このスローペースで残り49秒、ね、減りましたチケット、はい、さあ残り誰が1位なのか今は私はあえて言いません。そうですね、ここで、はい、うわ残り画面の方もこの選手に切り替えましょう。ちょっともう言いません。あ、さあどうなるか。あ、さあダウン残り1チケット、さあどうなるのか。あと2ですね、チケットは。あ、残り30秒ですが最後のチケット誰が取る。はい、どうなる。あ、終わりました。最後はリュウ選手がホイエトップ選手をダウンさせまして順位の方、はい、読み上げたいと思います、はい、リュウ選手、マーズピープル選手、はい、レッドレオパルド選手、ゴッド選手という順番になりまして、はい、世界1位は、はい、日本のリュウ選手です。リュウ選手個人戦優勝おめでとうございます。さあ皆さんね、素晴らしい戦いでしたんですけれども、ではですね1位2位3位4位こちらの4名にはステージの前に出ていただきましょうか。それ以外のですね、はい、皆さんは、はいはい、大変素晴らしい戦いだったんですけれども、はい、残念ながらね4位は残れなかったということですが、ぜひ皆さん、はい、温かい拍手を4名にお願いいたします。ホーエ選手、そしてホンキー選手、キャプテンコット選手、そしてマーケント選手ですね。はい、ではではこちらに、はい、出てまいりました。では4位の方から聞いていきましょうか。ゴド選手、はい、ゴド選手どうでしたか。はい、4位。 It was a great game. It was very intense. There was many lead changes. It was very fun to play against the world's greatest DM players here in Japan at TGS 2008. It was great fun.すごい楽しかったので、はい、すごいインテンスで、はい、いろいろ一等が変わったのがたくさんだったので、誰勝つか最後まで分かりませんでしたので楽しかったです。そうですよね、北アメリカ代表ということでね出ていただきました。4位。さあ続いて、はい、今度はヨーロッパ代表ですね、レッドレオパルドさん、はい、どうでしょうか。3位の気持ちを。It was great fun, you know, and there's some really good players out there, and I congratulate them on coming in the places above me and just getting into that final. It was a great game, good game. すごく楽しかったです。いろんなすごいできる人たちと対戦できて楽しかったです。よかったです。でも見事3位ですので、皆さん大きな拍手をお願いいたします。レトレオバルドさん、はい、3位です。そして、こちらに白い T シャツのお二人が並んでおりますよ。まずは2位のマーズピープルさん、2位です。準優勝ですよ、おめでとうございます。一言お願いいたします。みんなすごく強かったんで2位に入れただけで運が良かったと思ってます。はい、まあ、素晴らしかったですよ本当にね、接戦でしたけれどもね、はい、おめでとうございます。準優勝マーズピープルさんにどうぞ大きな拍手をお願いいたします。そして見事個人戦世界1位ですよ、優勝、はい、リュウさんです。一言お願いいたします。みんなやっぱ強かったんで1位になれただけですごい嬉しいです。素晴らしいですね、開催国日本のこの1位の座を守ったということでね。プレッシャーかかったです日本で。プレッシャーありました、はい、そうですか、それに勝ったということでね。はい、では優勝の、はい、リュウさんに今一度盛大な拍手をお送りください。さあ見事この4名がですね世界1位2位3位4位ということです。この後ですね表彰式があとこのクラン戦の決勝の後にありますので、ぜひですね今しばらくお席の方でお待ちいただければ。
と思います。はいはい、一度席にお戻りください。さあ、会場からもう割れんばかりの拍手でしたね。はい、いやもう個人戦1位、2位がなんと日本ということで、そうですね、はい、ちょっと実は予想してませんでした。そうですか、はい、ワンツーフィニッシュと、はい、あ、はい、正直なところですね、うんうん、あの個人戦はですね、はい、やっぱアサルトで前に出てくる選手が勝つんじゃないかと思っていたので、はい、なるほど、まあ、本当ですね、はい、もう本当にね、素晴らしい戦いありがとうございました。ありがとうございました。個人戦決勝戦が終了いたしまして、見事優勝準優勝が決まりました。はいはい、それでは、はい、いよいよもう一つの世界一、続いての戦いが、はい、このメタルギアオンラインワールドチャンピオンシップ2008 TGS2008 ファイナルステージの最後の戦いとなります。はい、最後の対戦はクラウン戦決勝です。来ました、クラウン戦来ました、イエーイ。さあ、トーナメント表を見ていただきますとですね、この今までの奇跡が出た、出てくるんですけれども、はい、はい、これですね、はい、光ってますよ、はい、北アメリカのね、はい、代表の、はい、WIN と、はい、今登場しました日本代表のリタ、はいはい、ということです。そうですね、この2チームで最後の世界一が争われますね、クランですね。今度は世界一、はいはい、クラン戦の世界、北アメリカのチーム入ってきますけども、はい、6人が、またチームになります。なるほど、6人対6人のチームが戦うことになりますね。そうですね、はい、これはですね、だいぶ注目も皆さん高いと思いますが、はいはい、ではですね、ルール説明に行きましょうか。はい、はい、行きましょう。クラン戦の決勝戦のルールはご覧のようになっているんですね。出ました。はい、さあルールが変わります。はい、キャプチャーミッションです。はい、また雰囲気が変わりますね。変わりますね、うん、キャプチャーミッションというのはですね、はい、ケロタンとガーコというですね、うんうん、人形があります、はい、それが陣地のマップの中に落ちていまして、はい、それを拾ってもらって自分の陣地にタッチダウンするんですね。なるほど。それで自分のチケットがどんどん減っていきます、はい、で早くどちらかがゼロにしたら勝ちというですねゲームになりますね。なるほど、はい、要するにボールが2つあるラグビーだと思ってください。はいはいはい、まあ、ボールを持っていて自分のところにタッチダウンして、うん、しばらく置いとくっていうラグビーだと思ってください。わかりました、はい。そして時間は7分が、はい、7分です。こちらも2ラウンド、ンド、はい、場所が入れ替わりますね、はい、なるほど。マップの条件が変わりますので、はい、それで入れ替わるんですね、前半後半。わかりました、はい、さあ出てまいりました、北アメリカ代表の WIN、はい、続いてはマップも出していただきましょうか。はい、マップいきましょうか。はい、マップいきましょう。はい、マップの発表です。さあ準備の方ね、整うまで。はい、これです。グロズニーグラードで行います。グロズニーグラード、はい、はい、これは、はい、もう代表的なマップなんですけども、うん、このマップもですね、結構広いですからね、はい、はい、とにかくケロタンとガーコをですね、うん、どうやって持って動くかというのがですね、ポイントになってくると思います。なるほど、はい、一回ですね離れてしまいまして、はい、やられてしまってスポーンポイントからそのケロタンガーコまでたどり着くのにちょっと時間かかりますからね、うん、いかにしてやられずにですね、うん、試合展開するかというのもですね重要なポイントになってくると思います。なるほどね、はい、いやーこれはですね、もう世界一の称号が与えられるということですので、はい、これは皆さん気合い入ると思います、はい、しかも北アメリカ代表対日本の代表ですから、はい、国際試合ですよ。そうですよ、国際試合ですよ、国際試合ですよ。多分日本の MGO で国際試合だと初めてだと思うんで、はい、今日がですね。なるほど、はい、で世界決勝戦の最後に日本が上がってきたと、はい、いうことになっております。これはどんな戦いがね、はい、繰り広げられるのか、大変期待したいと思います、はい、さあ準備整うとですねスタートいたしますので、はい、それまで今しばらくお待ちください、はい、さあ各チームまた先ほどとは顔が違いますよね、はいはい、違いますね、はい、これで全部決まりますからね。そうですよ、先ほどから商品、豪華商品説明してますけども、はいはい、また後ほど表彰式の時に出てくると思いますけども、本当に豪華な商品、はい、今フィンチ選手がですね、はい、
違えて相手チームに入ってたところを今慌てて入り直したところですね。緊張されてるんでしょうか。緊張してるんですかね。間違って入っちゃったようですね。あらら、はい、大変大変。はい、準備が OK ですね、はい、さあ来ました最後ですね、2ラウンドやりますからね。前半戦と後半戦2ラウンドやりますからね。わかりました、はい、さて、はい、いよいよ最終戦ですね、はい、クラン戦の決勝戦、世界最強の称号を手にするのはどちらなんでしょうか。皆さん行きますよ、せーの、3、2、1、バトルスタート。せーの、3、2、1、バトルスタート。さあ始まりました、最後の試合になります、はい、クラン戦決勝戦です、はい、このどちらかが世界一位クランの座を射止めることになります、はい、日本のこちらリタ青チームです。そして赤チームの方が WIN 北アメリカを勝ち抜きましたチームです。さあどちらのチームが優勝になってもおかしくない強豪、面白い試合が見られると思います、はい、皆さん刮目して見ていただきたいと思います、はい、さあ最初の画面こちらですね、まずはリタの6番、青の6番の画面ですね、インディスワールド選手の画面から追っていきたいと思います。さあお互いにですね、ケロタンとガークを取り合うんですけども、まずですね赤チームの WIN が、はい、あ、お互い取りましたね、うん、お互いケロタンとガークを1個ずつ持っている状態、ケロタンを持っているのがWIL、 そしてガークを持っていたのがになりました、はい、青の、リタになります、はい、さあ青のリタの方がケロタンを取り返します。ケロタンを持っている、選手を移した方がいいですね。ごめんなさい、ガークを運んでおります。さあ遠くから打ちます。けどもガークを落とします。さあこのガークを誰が拾うのか、ガークを誰が拾うことになるのか。さあ誰か拾いましたね、ガーゴ。はい、拾いました。さあ、あと、これ取られましたね。こちら取ったのが、うん、こちらですね、インディスワールド選手取りました。あ、こちらもターゲット落としますね。さあ、なんか目まぐるしく、スコアが動きましたね。スコアが今タッチダウンされまして、青チームの方が、リタの方が2ポイント減らしました。はい。しかしですね、お互いにですね、実はボールを、うん、ボールとかケロタのガーゴを持ってタッチダウンすると、はい、このスコアが、なんと30に戻っちゃうんですよ。なるほど。なんだスコアがもう一回タイに戻ってしまうんですね。あ、じゃあまだ分からないんですね、全然。はい、ですから、うん、もうお互いに持っているという状況ではなく、はい、やはりどちらかがちゃんと確保しているという状況を作らなければいけないんですよね。なるほど。でも減ってますよね、はい、どんどん減ってますよ、はい、さあ画面の方がですね、あと落としてしまいましたね、はい、なんとかケロタンを持っている人を映したいんですが、うん、おっと16度カウントダウンが進んでおります。リタの方が激しくカウントダウンを進めます。ケロタンを運んでいっていってるのがこちら、はい、減らしてますよ、はい、19度カウントダウンが出ます。リタの方が今圧倒的に有利な状況。さあ30対6、まだ制限時間たっぷりあるところ、カウントダウンが進んでおります。さあカウントダウンが進んでいっております、はい、さあ頑張れ。さあ最後の5ポイントどうやっていくのか、うん、さあ青の2番の画面、ケロタン、ケロタンを持って運ぶ。さあ残り5ポイントをどうやっとるか。さあ陣地に近づいていく、敵と発見。ああ、これはダウンですね。それでケロタンを拾われてしまいます、うん、さあ返していきます。さあこちら運んでいるレッドチーム、さあヘブン選手がガークを運びます。今ですね、なんと赤チームの方が両方持っている状態、はい、このまま行けば、まだですね、かなり今有利な状態を作っています。おっとガークをケロタンを持っているのが現在レッドチーム、そしてブルーチームがガークを持っております、はい、残り5ポイントだけになっているのが現在リター、青チームのリター、どうやって攻めてくるのか。さあ形をどうやって抑えてくるのか、残り1をどうやって抑えるか。リタ、今選手たちからあーという悲鳴が聞こえました。さあこのケロタンをどうやって運ぶ。さあ陣地に近づきます。一旦これは行く、最後の1ポイントが見られるか。あーっと早くして、あーっとたどり着きました。リタがまずは1ラウンド目ハイタッチ、1ラウンド目取りました。リタ、いやー、
すごい。いやもうちょっと息切れしてしまいますね。ちょっと僕も落ち着かなきゃいけないですね。そうですね、ちょっとね、はい、ドキドキしますね、はい、2ラウンド目いきますよ。いきますよ。さあ続けて2ラウンド目、はい、前半後半で入れ替わります。場所が入れ替わるだけですからね。はい、はい、同じルールです。ケロタンがこう運ぶことになります。はい、頑張ってください。まあサッカーで陣地が入れ替わるのとまあ似たようなもんです。なるほどなるほど、はい、さあケロタンを運びます。こちら5番の選手、青の5番の選手、リタの方のタート選手が運びますね。はい、さあ陣地に近づきます。陣地に近づいて後ろの方から、おっとここはグレネードで吹っ飛ばされる形。あとダウンしているところを体力が削られてしまったダット選手がダウンしております。現在ですねお互いに持っていない状態、今一瞬持ちましたけども、そこをヘッドショットでダウンします。はい、お互い持ちず持たれずという感じなんですけども、30対30、まだスコアの方は動いておりません。スコアが動きます。レッドチーム WIN 取り返してくる。さあ面白くなってきました。スコアの方が動きます。23、22、減っていきます。 WIN いきますよ。そしてまだケロタンもこちらにある。はい、さあ面白くなってきました。さあリタの方が取り返します。一時は18対22います。あとはリセット、スコアリセットになりました。30に戻ります。これが先ほど言いました要するに両方が陣地に持っていくのでスコアがゼロになった状態ですね。はい、要するに30対30に戻ります。なるほど、はい、リタの方が両方持っていますけども、さあ陣地近くで皆さん見ていただくこちらがですね、今ヘブン選手です。ヘブン選手が、ガーコを拾いまして運びます。慎重に運びますね。さあガーコをどうやって運んでいくのか、こういうルートでいきます。こういうルートで進んでいきます。あまり説明してしまうとですね、はい、選手に聞こえますからね。なるほど、はい、あとナイスヘッドショット、ヘブン、あヘッドショットじゃないですね、ナイスショットですね。はい、さあ依然として30対30、ここはダウンオート、ここはヘッドショット、ナイスショット、30対30、会場から少し拍手が起こります。うおーっと3人抜き、ヘブンナイスショット、会場から拍手。さあガーコを運びます。うわ、ケロタンを運びます。30ポイントがまだ動いておりません、うん、ようやくガーコを拾った形になります。はい、青のリタ慎重に行きますね。はい、さあこのケロタンがどういったタッチダウンをするのか、もう手に汗握る状況、敵発見、グレネード、敵と向かい合う、ヘッドショット、一瞬 C ボックスが見えましたけどもヘッドショット打ち抜かれます。はい、しゃがむ途中でのヘッドショットでしょう。30対30、チケットのこちらですね。あっと今落としてしまいました。こちらに行きましょう。ガーコを運んでおりますのがこちらの選手、青色リタの方のですね1番の選手です。青、フィンチ選手、フィンチ選手がケロタンを運びます。ケロタンを運んでタッチダウン、さあカウントダウン始まります。30、29、27、減っていきます。グレネード投げて牽制、いるのかそこに、そこからよく敵が現れます。さあおっと今悲鳴が来ました。一発当てる。さあ危ない、体力少し減った、半分残り体力半分、18、グレネードが飛んでくる、ここは避けます。さあ C ボックスへ抜けて上を警戒しつつ、あグレネードのアーチ、ケロタンはまだそこ、体力はある。あっとダウンです、体力がなかった。29対18、両方取りました、うん、WIN、 おっと取り返しましたね。こちらリタの方が取り返します。はい、さあ28対19、ガーコを持っておりますのがこちら、見ていただきますリタ、そしてケロタンを持っていますのがこちら WIN の3番の選手、はい、赤チームの3番の選手、ホンキー選手です。ホンキー選手が今度はケロタンを運ぶことになります。英語のメッセージが新鮮ですよね。そうですね、画面の方に出てます、英語のメッセージが新鮮です。本当です。はい、敵発見、赤いチーム、赤いのが見えました。さあ28対18、さあ28対18、はい、2分55秒、残り3分を切りました。さあ慎重に運びます。わーっと仲間のところで今ちょっと、うん、爆破させてしまった状態かな、いや大丈夫だったようだ。さあ体力がまだ4分の3残っている状態。ホンキー選手、グレネードの音が聞こえる、そこは吹っ飛びます。ケロタン落としますが、まだ体力が残っている、はい、半分少し持ってる、ちょっと様子を見る、ちょっと様子を見ます。あーっとこれは美味しいか、あーっと向かい合う、奪い合われてしまって背後から回る。おっと一人目、そしてもう一人を、これは走り去られてますね、持ち去られてしまっております。さあもう一人の方、うん、ガーコを運んでおります。はい、こちら
リタの方の6番インビスバルド選手ダウンします。あ、よくこう敵と出会うんですよね、この曲がり方をよく見て出会います。はい、はい、さあスコアの方は依然として動きはありませんけども、ね、残り時間は2分になりました。28対18、1ラウンドも取っています。リタ、さあここのラウンドでもぜひとも取りたいところ。現在10ポイント有利に進めておりますけども、また30に戻る可能性もあります。まだまだ分かりません、はい、1分50秒、最後はスコアで決まりますから ね、 そうですね、相手を倒すことも重要です。さあ持って運ぶこと、そして相手を倒すことに気をつけてください。さあリタの方が両方取りました、落とします。28対18、依然としてケロタを運んでいますが、こちら、うんうん、リタの5番の選手ですね、はい、リタの5番、青の5番の選手、タート選手です。さあ曲がり角スケインを抜けて2人を敵、さあそこにいますけど、まず仲間のフォローを得つつ走ります。そこにいる敵、そうどうするどうするどうする、ナイスショット。さあケロタを運びます。さあ味方が囲んでいる、味方に囲まれて進む、 C ボックス吹っ飛びますけども、それは味方。さあここでまだこれは食らってない、スタンも食らわずに敵を一掃してからタッチダウン215。そこにまだある、拾って両方持っている。さあカウントダウンがされます、カウントダウンが行われております。8、7、6、おっと1つ伸ばすがまだある、4、3、2、いや止まりました、止まりましたよ。さあどうなる、最後の3ポイント減りますよ。2、1、ゴール。はい、素晴らしい戦いでした。さあ最後のタッチダウン決めました、はい、優勝したのは、世界一になったのは日本のリタです。おめでとうございます。リタ優勝おめでとうございます。さあそして見事準優勝は北アメリカ代表の WIN です。両チーム前の方にお願いいたします。さあ前の方にお願いいたします。さあではどうぞこちらの方にリタのね、こちらリーダー、そしてはいリーダー、はい WIN のリーダーです。ではですね、見事世界2位準優勝です。準優勝の WIN のではリーダーにですね、この決勝戦の感想を聞かせてください。お願いいたします。Still, glad to have the opportunity to compete in this world championship. I'd like to thank Konami, Kojima Productions, everyone for allowing us to come and compete against Japan's best. この世界大会に来れてすごい ありがとうございました。Konami と Kojima Productions にすごい楽しかったです。よかったです。相手のリーダーはどうでしたか？ They were amazing. They had really good teamwork. They stuck together. They definitely know what they're doing.すごい上手くてチームワークが、皆さんにどうぞ大きな拍手を送りください。おめでとうございました。では続いて、いや本当世界一取れるとは思ってねえ。この相手北アメリカ代表と戦ったその感想はどうでしょうか？そうですね、まあ相手グランもすごい連携が取れてて、まあすごい強かったんでね、うん、まあ本当に世界各国の代表とやれて本当光栄ですし、まあうちらも勉強することいっぱいあると思うんで、まあ本当戦えて良かったです。ありがとうございました。わかりました。見事優勝、世界1位のこの座を取りました日本代表のリタに、もう一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。さあこの後ですね、表彰式に移りますので、準備が整うまでこちらの2チームどうぞお席に戻りください。あ、握手したいですか？あ、ではですね、リーダー同士握手をお願いします。どうぞカメラをお持ちの方は今一度握手をねお願いします。はい、このようにですね、素晴らしい交流が見られますね。固い握手が今行われております。ではステージ前の皆さん、
今一度2チームに大きな拍手をお願いいたします。優勝リター、そして準優勝 WIN の皆さん、おめでとうございました。素晴らしかった。素晴らしかったですね。ねえ、はい、しかも最後の握手も良、かったですね。良かったですね。すごい感動しました、はい、私、はい。僕も感動しました、ね、はい。本当に素晴らしい戦い、本当にありがとうございました。はいはい、ではですね、この後はですね、はい、皆さん、表彰式移っていきますので、はい、準備が整うまで今しばらくお待ちいただければと思います。はい。はい、わかりました。犬飼さん、はいはい、さあこの世界一を決める、はい、ワールドチャンピオンシップ2008ということで、メタル、はい、いや、ね、オンラインをですね、はい、戦ってきたんですけれども、はいはい、どうでしたか。ですね、うん、もう多分もうみんなも同じ感想だと思うんですけども、うん、やっぱり、世界中強いやつはいるなという感じだと思います ね。北アメリカも強かったし、ヨーロッパの選手たちも強かったし、はい、アジアの選手たち、韓国の選手たち全員強かったと思います ね。はい、やっぱ世界一ってあの目指すのは大変だなと本当です、ね、思いますよ。レベルが違いましたね。はい、本当そうですよ。なんかもう試合見てるだけでなんか涙こぼれそうになりますからね。本当ですよね、はい、もう本当に息つく暇がなくてね、はい、スピーディーでとても見応えのある戦いでしたね、はいはいはい、選手たちの真剣ぶりがですね、もう画面通じて伝わってきますから、なので、はい、こちらの方をね、お渡ししていきたいと思います、はい、さあそれではですね、表彰式に移ってまいりますが、どうぞ犬飼さん、こちらの方にお願いいたします。はいはい、はい、どうぞどうぞ。はいはい、ね、準備が整いましたら始めていきましょうか。はい、はい、もうね、本当にこの皆さん疲れ切った顔でね座ってらっしゃいますけれども、長いね一日でしたけれどもね。はい、それでは準備が整いました。それではこれよりメタルギアオンラインワールドチャンピオンシップ2008表彰式に移りたいと思います。はじめに個人戦準優勝の表彰です。さあ個人戦準優勝のプレゼンターは松花プロデューサーにお願いしたいと思います。それではどうぞ松花プロデューサー、ステージにお願いいたします。はい、個人戦準優勝のプレゼンターの松田プロデューサーお願いいたします。ではですね、個人戦準優勝のマーズピープルさん、どうぞステージにお上がりください。盛大な拍手でお迎えください。どうぞ中央までお願いいたします。はい、それではまず準優勝トロフィーの贈呈です。どうぞカメラをお持ちの方はどうぞこちらカメラにお収めください。なおですね、こちらのトロフィーにはこのマーズピープルさんのお名前がここに刻印されるということなんですよ。さあさらにですね、副賞といたしましてオタコンマーク入りの iPod なども贈られます。おめでとうございます。さあ皆さん、今一度マーズピープルさんに盛大な拍手をお願いいたします。はい、それではマズビブルさん、どうぞご講談ください。そしてプレゼントを務めてくださいました松原プロデューサー、ありがとうございました。それでは続きまして個人戦優勝の表彰です。個人戦優勝のプレゼンターは小島秀夫監督です。どうぞステージへとお願いします。そして個人戦優勝の劉さん、どうぞステージへとお上がりください。拍手でお迎えください。
固い握手の後、では優勝トロフィーの贈呈です。はい、どうぞカメラをお持ちのお客様、こちらお納めください。また同じくこちらにゆうさんの名前が刻印されます。はい、続きまして監督がこの場でなんとサインをいただきます。メタルギアオンラインのポスターのプレゼントです。それではポスターの贈呈です。では今一度どうぞカメラの方にお二人で視線を向けてください。なお副賞といたしまして優勝 T シャツ、そして優勝 T シャツはこの MGO の中でも使える送信具としても同じものが贈られます。また優勝明細、こちらも MGO 中で使うことができます。さらにメタルギアオンライン拡張パック第3弾内のステージで写真が掲載されるということです。そしてさらにもう一つ、オタコンマーク入りの iPod タッチが贈られます。さらにですね、なんと副賞としましてリゲイン365日分が贈られます。おめでとうございます。今一度リュウさんに盛大な拍手を送りください。世界一位です。はい、リュウさんおめでとうございました。ではどうぞご講談ください。小島監督ありがとうございました。それでは続きましてクラン戦準優勝の表彰です。クラン戦準優勝の北アメリカ代表ですね、プレゼンターですね。まずはプレゼンターをお呼びしましょう。プレゼンターはメタルギアオンラインオフィシャルサポーターの南明奈さんです。どうぞステージへとお越しください。なおですね、皆さん携帯での撮影はどうぞご遠慮ください。恐れ入ります。携帯での撮影、一般の方の撮影はどうぞ ご遠慮いただきますようお願いいたします。南明奈さんよろしくお願いいたします。それではクラン戦準優勝北アメヌの皆さん、どうぞステージへとお上がりください。盛大な拍手をお迎えください。お願いいたします。どうぞ南明奈さんもね、どうぞご一緒にお願いいたします。さらにこちらにはもちろんこのそれぞれのお名前が刻まれまして、皆さんにきちんと郵送させていただきますので、後ほどねお待ちいただければと思います。また副賞にはオタコンマーク入りの iPod などが贈られます。おめでとうございました。今一度盛大な拍手、WIN の皆さんにお願いいたします。はい、それでは受賞者の皆さん、どうぞご講談ください。はい、南明奈さんもありがとうございました。それではいよいよ最後です。グラン戦優勝の表彰です。それではグラン戦優勝のプレゼンターは再び小島秀夫監督にお願いいたします。どうぞステージへとお越しください。それではグラン戦世界1位優勝の日本代表ピタの皆さん、どうぞステージへとお上がりください。盛大な拍手でお迎えください。さあ、それでは代表者への優勝トロフィーの贈呈です。
はい、どうぞカメラをお持ちの方はお願いいたします。なおこちらにもそれぞれの名前が刻印され、後ほど郵送されます。よろしいでしょうか。続きまして、監督がこの場でメタルギアオンラインポスターにサインを書いていただきます。そして全員にお渡しいただけるということです。お願いいたします。それではですね、全員に行き渡りましたので、ぜひですね、皆さんで撮影をしていただきたいと思います。どうぞカメラをお持ちの方、皆さん並んでくださいね。ポスターを掲げていただきたいと思います。トロフィーもね、せっかくですので見せてくださいね。また副賞としたしまして、優勝 T シャツ、そして優勝 T シャツをメタルギアオンラインの中で使えるもの、そして優勝明細、こちらもゲーム内で使えるもの、メタルギアオンライン拡張パック第3弾内でステージに写真が掲載され、さらにはオタコンマーク入りの iPod タッチがプレゼントされます。さらに副賞といたしまして、リゲイン365日分をこのファンクラブリタの皆さんに365日分ということですので、皆さんで分けて飲んでいただければと思います。おめでとうございます。今一度リタの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。それではどうぞ受賞者の皆さんはご講談ください。さあ、なおですね、このファイナルステージに参加いたしましたすべての方にガーコックロックが送られるということですので、皆さんお持ち帰りください。さあ、それではここで小島秀夫監督より、今回のメタルギアオンラインワールドチャンピオンシップ2008の総評をいただきたいと思います。監督お願いします。はい、お疲れ様です。総評というかもうびっくりします、後ろのバックヤードで拝見させていただきましたけど、素晴らしい、プレーをの連続で、驚いております。まあ、ワールドチャンピオンシップということで、世界のトップ、決定しましたけども、優勝者の方おめでとうございますと同時にですね、皆さん、他の皆さんも世界のトップなので、自信を持って、皆さん変えていただきたいと思います。非常に素敵なプレーとかもありましたけども、この2日間ですね、昨日まで、また顔も見たことなかった、世界の人々がですね、ネットワークでオンラインでつながって一緒に、遊んでプレーして仲良くなってというのを旗から見てまして、非常にオンラインっていいなと、世界をつなげているのに一役買ってるかなということで、非常に嬉しい、感動しました。で、日本はですね、こういうリアルタイムのオンライン対戦っていうのはどちらかというと後進国になると思います。で、我々 MGO のスタッフもそういうことで、いろんな障害がありましたけどこれまで頑張ってきまして、で、今日この世界大会を迎えて、非常にやってきてよかったなと思います。で、これからもですね、オンライン世界につながっていくと思いますので、皆さんと共に、オンラインを、ますます広げて、世界の、輪を広げていけたらなと思います。本日は皆さんおめでとうございました。それからありがとうございました。
はい、小島監督ありがとうございました。はい、この後僕ですね、うん、エキシビションマッチというのでそうです参加しますので、はい、頑張りたいと。わかりました。あの先ほどのプレーとはちょっと違うと思いますけど、はい、まあ、なんといっても制作者のですね、はい、かっこ悪いプレーはできませんので、はい、頑張りたいと思います。そうですね、はい、エキシビションマッチでの活躍も期待したいと思います。では監督ありがとうございました。